おはようございます。ワードです。今日はですね、2017年10月の10日、11時15分です。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。昨日はすいませんでした。リスワン取れなかったですね。おめでとうございます。妖精ザクロさん、おはようございます。おお、姉ちゃん、おはよう。どう、最近。昨日ごめんね、コメント拾えなくて。ちょっとね、最近ね、バタバタ荒れてたりするから。姉ちゃん来てくれて嬉しいよ、ありがとう。ねえ、しばらく来なかったりするリスナーさんとかもいるからさ、来てくれる人がいると嬉しいよ。まったりやりましょう。オープニングトークなんでコメント全然拾えるんで。昨日リスワン撮りたかったなぁ。ちょっと部屋がさ、もう汚くなっててさ、大変ですよ。物が増えて、男はコレクションするからダメだよね。ちょっとこれは OK か。引っ越しますの件、そうそう。姉ちゃんが引っ越すっていうのは遠くに行くってこと？姉ちゃんが今あれだよね。前リア突した時のところに、あの辺に住んでんだよね。都内に住んでんだっけ？引っ越したの？どういうこと？どこら辺に移動するんだろうね。ちょっとよくわかんなかったけど。ほら、姉ちゃんとしばらく絡めてなかったから、状況がわかんない。あやちゃん、おはよう。よろしくね。おはよう。音声映像問題ないですか？皆さん。テイス、テイス、テイス。問題ない？テイス、テイス。声は大丈夫かな？ おはよう、みんな。おはようございます。何、どれくらい遠くに行くの？なんか仕事の関係で引っ越すのかな。なんかリスナーさんがね、結構立て続けに引っ越すんだよね。今の和道宅近めに住んで2年ぐらい。え、俺の家の近くに住んでんの？え、俺それ知らないわ。そこから引っ越すの？あれ、そういえばそんなこと言ってたね。俺の近所に住んでたんだ、知らなかったわ。え、この辺に住んでたんだ。俺知らんかった、それ。俺あっちの方だと思ってたわ。なんだ、郊外だと思ってた。俺の認識が違うんだわ、やっぱり。この辺に家借りてんの知らなかったもん。どの辺に移動すんの？結構遠くに行くの？まあ、東京家賃高いからね。気分転換にいいかもしれないね。俺家賃更新しちゃったよ。ここにもう2年住む。ちょっと、やっぱりお金かかるからね、引っ越すの。これから遠くに住みますよ、私は。よし。皿洗いとかやって部屋片そうと思ったけど、もうこれが限界だったわ。もう汚くて部屋が。見た目よりも相当汚いですよ。画面に映ってるよりも相当汚いですね、僕の部屋は。まあ、画面がね、棚、向こうの棚でドクロをこっちに持ってこようとか思ってたりとか。おー、まるさん、アイテムありがとう。おはようございます。まるさん、アイテムありがとう。そうそう、オープニングトークでやろうと思ってたのが、企画が結構決まっていて、まず鮫島さんの「ジョーズ」っていうサバゲーをやります。サバイバルゲーム。ハンドガンを買って、アサルトライフル買って、これでね、パンパン打つ運動をします。それがサバイバルチームジョーズでしょ。で、ゆいがさんの座談会が、今週あります。ゆいがさんとドレさんと、誰だったかな、愛子さんとか、いろんな人がね、来るんで。座談会、TJ さん、ツイキャスの TJ さんっていうところで分けやると思います。で、僕はですね、録画を撮る許可を取っているので、後で解説枠をやろうと思ってます。あ、そうだったんだ。そうだったんだ。でね、あともう一つね、ステゴロ2が、免除太郎さんがやる気出てきて、僕、ステゴロ2出たいなと思ってるんですよ。ゆいがさんの企画ですね。おはよう、達彦。ちょっと話できない？俺、達彦と本気で話したいことあんの。ちょっとだけ、ちょっと放送で話すことなのかっていう話なんだけど、もしよかったら電話できたら教えて。
ちょっとね、達彦と本気で、ちょっと腹割って話したいことがあるのよ。達彦、ちょっと配信者として、ちょっとお話しよう、もしよかったら。達彦と喋りたいことがあるんだ。おはよう。もし、電話 OK だったら OK って書いて、ダメだったらダメでいいから。配信外でも別にいいんだけど、まあ、できれば配信者だからさ、配信上でやりたいなと思ってるんで。ゆいかさん見たいでしょ？ゆいかさんの、もともと俺がやろうとしてたトークイベントの企画をゆいかさんが引き継いでくれていい？あ、じゃあ今電話するね。ちょっと話終わっちゃうけど、ちょっと達彦とお話をさせてください。あ、LINE 繋がらないんだ。どうしよう、どうしよう。LINE どうすればいいんだろう。ゆうゆうの LINE かけたりしても無理かな。あ、そうなんだ。壊れてるんだ。それじゃあダメだね。まあ、しょうがない。まあ、話せるとき、トツかけてよ。トツかけられるときでいいから。口頭で直接話して言いたいなと思ってて、まあ簡単に言うと捨て頃のことなんだけど、捨て頃辰彦出場の件に関してちょっと本人に言いたいことがあって、それで電話かけたかったんだ俺は。はい、おお、しんさん久しぶり、元気？しんさんおはよう。なんかドレさんのところでなんかすれ違ったね。おはようございます。しんさん最近俺の放送来てくれなくなってたよね。寂しかったよ。また来るようになってよ。もしよかったら。ステホロ2が多分ね、来年、年末にメンバーが決まるんですよ。で、俺はどうしても出たいって言ってて。便所太郎さんがね、大仁田厚の引退の、プロレスを見に行って、それでやる気が出たみたい。大仁田厚さんがステホロ知ってたみたいね。あ、ブロックされちゃったんだ。あ、鮫島さんだ。あ、鮫島さんだ。ちょっと待ってね。おはようございます。もしもし？もしもし、おはようございます。おはよういっす、いっす。昨日お疲う。あ、れそうな様でのし買った。んだってね。買いました、買いました。何買ったの？ですね、のんちゃんはグロックの C18、あれ、ああ、いいね、いいめちね。ゃめちゃ良かったです。で、いいね、グロックはいいよ。やばいっす、やばいっす。いいよ。で、僕はですね、イタリアの会社ですね。イタリア、なんだっけ？ポルト？ベレッタっす。違うな。ベレッタです。ああ、ベレッタね。はい。俺と一緒じゃん。鮫島さんもベレッタなんですか？俺ベレッタの M92F だもん。うわ、事故ってんな。大丈夫ですか？大丈夫。M92F ってのが俺、MQ ってやつだね。僕はですね、PX4 っす。あ、わかんねえ。聞いたことねえ。多分現行の銃で一番新しいベレッタですね。ああ、そうなんだ。流線形のフォルとこムろの。で、はい。来月、はい。お前貸し切りのイベントに参加できる？来月貸し切りのイベントって配信者でやるやつですか？それとも。違う。俺がはい。所属、昨日行った場所の人に来月も来てって言われたから、い。もしかしたら友達も誘いますけどって言ったら、あ、ぜひ誘ってって言われてるから。何月ぐらいですか？だから来月だっつってんだろ。来月のいつぐらいですか？頭。頭か。ですね、服の装備とかまず揃ってないんですよ。で、大丈夫。大丈夫ですか？マスクと、はい。まあ、ホルスターがあれば大丈夫。あ、了解です。じゃあ、参加します。あとはグローブぐらいか。はい。素手だとダそメですこか？ら辺は大丈夫。素手厳しいですか？素手は。めっちゃ楽しいよ。楽しそうですよね。やばいよ。はい。いくらぐらいで参加できるんですか？昨日は、はい。2400円だった。安っ。マジですか？もう30何人いたから。ああ、割り勘だからだ。頭数で割るから、はい。多ければ多いほど安くなる。
あ、いいっすね。あ、行きます？で、じあゃあ。の、ほら、なんつうの、はい。利益を取ろうっていうチームじゃないから、なるほど。みんなで楽しもうみたいな。だからみんなでもう割り勘で、3000円しないのと思って、俺、やばいっすね。あ、2400円ですよって言われて、はい。嘘のと思って。いいっすね。はい。だから、のんちゃんも来れんだったら全然。手が治るかどうかっすね、のんちゃんは。いや、来月だよ。1ヶ月後だよ。まあまあ、あ、でもリハビリあるじゃないですか。で、全然、のんちゃんとかは、はい。女の人もハンドガンだけで戦ってる人いたから、あ、了解です。全然。はい。で、まあ、場所とかは追って言うから、もし行けんだったら。都内じゃないですか？遠いっすか？ん？遠い感じですか？僕の家からは。遠くはない。神奈川。あ、じゃあ、まあ。はい、大丈夫っすね。いや、もし千葉とかだったら俺が拾っていけるし、あ、ぜひぜひお願いします。まあ今回、来月は神奈川かな。はい。だから、ぜひね、まあでもできれば来てほしい、俺は。あ、行きます。あ、で、もう一何よ個。りも見てほしいから。はい、わかりました。で、報告があって、ユナンポンっていう、その過疎配信者なんですけど、男の人がいるんですよ。で、サバゲーがもう、まあ、10回ぐらいもう行っていて、もうああ、もう大ベ好テラき。ンだ。はい、大好きで、もうぜひやりたいと。で、上手に入れああ、てくもうださ全いっていう。然構わない、全然構わない。じゃあ、装備あるんだ。装備あるし、で、都内の人なんですよ。近くなんああ、じで。ゃあ、いいじゃん。そうなんですよ。僕、それで練習パートナーとかで、そのシューティング行っいいじゃたん、りいいとじゃん。か。はい、なのいいじで、ゃん、いいじゃん。全然 OK、全然 OK。はい、ユナンポンっもうていうんです話けがど。早い、それなら。そうっすね。だから、続もう々、全然。はい、問い合わせ来てるんで。はい。全然もう過疎とか関係ねえから。了解っす。で、もう、別に過疎だろうが、リスナーだろうが、何でもいいから。で、本気でやりたいタイプの人なんで、そう、配あ、ガ信、チ勢。ガチ勢なんで、いいはい。じゃん、いいじゃん。もう、いいよ、いいよ。サバゲーならぜひっていう、いや、もうぜひぜひ、はい。いろいろ教えてほしいし。ですよね。やっぱ、それはもう、全然大歓迎です。あと、なんか、リスナーさんが服の装備とか、銃とか、もう今、なんか、全国大会3位になった人なんですよ、丸井の。すごそれでもう使ってないから全部あげるよって言われたんで、その、い。いいじゃん。はい、メンバーの銃とかも上手用にちょっと僕が管理しようかなと思って。ああ、いいじゃん、いいじはい。ゃん。まあまあね、みんなそうで、してくれればさ、はい。まあね、ほら、レンタルが高いから、そうですよね、お金あ、じゃあかこく。れ使いなとかできるから、はい。俺も一応ね、はい。もうすぐリスナーさんが送ってくれると思うから、はい。それをちょっと、とりあえず、デチューンして、ちょっと、改造を元に戻して、はい。そうすれば、それ、ね、貸し出せるから、まあ、貸し切りだったら別にジュールは関係ないんだよね。あ、そうなんですか？定例会は0.98ジュール以下の銃じゃなきゃダメだけど、はい。屋外の貸し切りフィールドは、どんな銃使ってもいいんだよ。ええー。昨日実銃撃ってる人いたもマジっすか？ん。2人死んだね。ま、ヘッドショットで。でもそれも、まあ一つのイベントだから、はい。楽しかったはい。です。楽しかった。お葬式がいつなんですかね、そのおメン葬バ式はね、3日後ぐらいかー。3日後ぐらい。な。あ、そうなまあの。でも、そう。ああ。まあとりあえず、よかった。のんちゃん買ったんだ。のんいいちじゃゃん。んのもプレゼントしましたね。はい。いいじゃない、いいじゃない。はい。もうのんちゃん超テンション上がってましたよ。バキュンバキュいンっや、て言っ上がてまるしよた。ね。はい。だからもうね、全然だから俺が参加するのに、もうちゃんと、はい。じゃあそうやって俺は、地盤、あの、き、なんつうの、基礎を築いてるから。で、そしたら、じゃあ、鮫島さんが主催するとき、僕たちも呼んでくださいよとか言われてるから。マジっすか？あ、じゃあぜひもう本当にその時は来てくださいっていう。超熱いじゃないですか。当たり前や、俺はそういうことやってんだよ、お前と違って。さすがっすね。さバすがカっ野す郎。ね。お前、なんだか、これが大事なんだよ、お前。そうっすね。付き合いとか人そう、主脈と催者か。のやることはこういうこと、ね。はい。もう主催者ってのはこうやって動くんだよ、陰で。了解っす。な。はい。だよ、あれはい。だよ、月額4万だからね、うち。会費。始まったよ。何が？始まっ何たが？よ。何が何が？始まっだっておたよ。前、運営費が必要だろ？ヤクザじゃん。やり方が。僕、ヤクザかな、今の。ヤクザでしょ、もう発僕ち想。ゃん、こんなヤクザみたいなこと言って、良心的だよ。発想と生き方がヤクザ。あ、そうという。そんなことないってわ、父ちゃん。何、そんなこ今とないよ。移動中なんですか？今、移動中。何やってんすか？お前に関係ないだろ。まあ、確かに。気安く話しかけてくんじゃ ねえすよ。いません、リーダー。はい。
お前リーダーに逆らうんじゃねえぞ。逆らってないし。お前ぶちのめすぞ。ノルソンも。まあっていうことなんで、うん、そんな塩梅で。はい、了解です。で、まあ 10月の終わりぐらいになったら、また詳細とか、はい、そうですね、まあ、いけるいけないも教えてくれれば。わかりました。まあお前無職だから来れるとは思うけど。まあそうですね、時間は無限にあるんで。そうそう、じゃあめっちゃ楽しいから。マジっすか。マジで一回来て損はない。了解です。うん。僕も。すごいいいとだから、みんな。僕もなんかあの、シューティングのところをやって練習しておきます。うん。あ、そうだね。それも大事。はい。じゃあそうやって、ちょっとウォーミングアップ。あ、じゃあ自分で定例会とかも出ちゃいな。あ、了解です。ユナンポンと一緒に、うん、あの、チームに参加する予定なんで、僕は。はい。いいじゃん、いいじゃん、それで。はい。ということで。よろしくお願いします。はい、失礼しまーす。はい、失礼します。ということでね。鮫島さんの、企画でサバイバルゲームのチームジョーズっていうのをやってますので、もう本当にやる気のある方大歓迎です、リスナーさんも、配信者も問わず、カメラを回しながらバンバンやろうと思ってるんで、鮫島さんのねチームジョーズに入会したい方は僕サブリーダーやってますので、お問い合わせください。よろしくお願いします。本格的にあのやっていく予定なんでね。ノレさんも参加。ノレさんはね白兵戦であの拳銃いらないっていうことを鮫島さんに言ったら、鮫島さんがブチ切れてたね。俺は素手で行くとか言ってて和道になんか拳銃使わせねえよっつって、俺は素手で勝てるよって言って鮫島さんブチ切れ、うん、追い込みっすねこれ。あーニャコありがとうね。ハートアイテムありがとうございます。皆さんいつもアイテムありがとう。でも今回の企画はねちょっと新しい匂いがするというか、なんかこういいなっていう。サバゲー好きなリスナーさんも多いし、でぶっちゃけた話だよ、ルールが明確じゃないですか。撃たれたら死ぬっていう、撃たれたら死ぬっていう、もう素人が見ても分かりやすいから。でサバゲーの動画とかはね見て、知り合いのね例えば和道が撃たれたとかのんちゃんが撃ったとか、そういうドラマが展開されるんで、あの企画としてもすごくいい番組だと思ってるんですよ。なのであのこのねチームジョーズの番組の企画ぜひ応援してください。で、拳銃とかもし使ってないのがあったら、あの、僕の家に届けてくれると、あの、助かります。あの、メンバーでね、どうしても銃買えないリスナーさんとかもいたりとか、配信者の方もいるんで、そしたらレンタルでチームジョーズの備品として貸し出したいんで、もし、あの、使ってないハンドガンとか装備とか余ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、あの、譲っていただけると、嬉しいです。いや、ドルさんは結構、絵面がいいからね。うん、あドルさんにももちろんもちろん、なんか13兆ぐらい今いただけるのかな、なんかもう使ってないから全部調整したらあのあげるよっていう風に言っていただけてるんで。でもねやっぱりね自分の、えマジですか松本寿司さん、ぜひぜひよろしくお願いします。あのモデルガンね、あの本物銃はダメです。おーしんさんありがとう。しんさん花火ありがとうございます。しんさんありがとう、頑張ります。朝からオープニングトークなのにすいません、シンさん。どれの米見えない。今朝ブロックされて。っていうか、シンさんとどれさんって仲悪いよね。昔からだよね。まあ、ねえ、あの、多分ね、今ここにシンさんの花火投げてるのが、あ、この人花火師なんだってなるとね、どれさん解除してくれるかもしれないんで、アピってください。シンさんね、昔から花火投げてくれる人なのにね。まあね、花火だけじゃないからね。相性悪い。俺もね、ドレさんのリスナーで、あの、すごい花火師さんの人ブロック入れてるんですよ。だからね、合う合わないあるんだよ。初見で挨拶しただけなのに怒られちゃったんだ。ほら、あれだよ。あの、配信者で、ドレさんも俺もそうなんだけど、やっぱ他の枠で悪口書かれてたりとかするとね、別に解除しなくていい。そっかそっか。本物の銃でお前を殺す。ダメといらっしゃい。久しぶり。あの、暗視コメントブロック入れるんでね、気をつけてくださいね。あとは、そうだな、今のところ、あとね、俺ね、ダイエットしようと思ってて、ちょっと、捨て頃本気で出るために、体絞るのと、ジム通おうかなと思ってて、ちょっとその辺も企画化しようと思ってますね。今多分76キロぐらいかな、5、6キロあると思うんで、60後半ぐらいまで落としたいなと思ってます。ねえ、シンさん、いいリスナーさんで、俺、荒らされたこと一回もないんだけどな。なんか、まあ、合わないんだろうね。それか、まあ、虫の居所が悪かったか。ココタン、こんにちは。よろしくです。はい、ダメットさん殺害予告です。皆さん通報しないでくださいね。あのね、ダメットはね、あれだよ。
ドルさん知らないかもしれないけど、結構ガチのやつで、横山みどりと裁判になった人だよ、ダメットって。殺すって昔からのニコ生の配信者で、ネタじゃなくて本当のやつで、何回もこいつ揉めてるよ、いろんなの、ダメットと。みどりさんを殺すって言って裁判沙汰になってる人ね。こんにちは。前熱心に深夜格闘技の練習してたのはやめたのでさ、あれはね、捨て頃が決まってて選手だったから練習を始めたんですよ。で、今回はまだ選手に正式に登録されてないんで、それに向けて、やろうと思ってます。僕、ファイターではないので、配信者なので。ただ企画が決まったら走りますよ、僕は。企画が決まったら走り出すタイプなんで。はい。またね、ちょっと、ジョギングからとか始めたりとか、ジムと言わずね、シャドーボクシングとかでも、シャドーボクシングだったら公園でカメラ回しながらできるんで、ちょっと、復活させていこうかなと思ってます。企画が結構盛り上がってきて、いいなと思って。なあね、フットサルがね、もう俺干されたっぽいね。昨日、みやびさんと話したんだけど、フットサルの時に会いましょうっていう話だったんで、ああ、俺呼ばれてないっすねって。多分ね、フットサルの企画は、多分深夜庁に干されちゃったと思う、俺。あ、いいよ、いいよ。全然いいよ、新さん。いいよ、いいよ。気にしないで。全然いいっすよ。まあ、新さんね、新さんもともとどこリスナーだったっけ？最近来なかったよね。便所さんリスナーかな？新さんは。結構よく来てくれてたんだけど。なんかね、やっぱリスナー流動的だから、入れ替わり結構激しいからね。決まったらそうっすね。決まったらガチでやりますね。ただ、強くはないっすけどね、素人なんで。まあでも、3ヶ月間ぐらい一生懸命やったんで、それは多分無駄になってないはずなんで。この前練習しましたよ。見ます。あれ、なんでしんさんのコメントが見えてるんだろうっつってね。おかしいぞっつって。みんなおはよう。楽しんでってください。でもね、昨日はね、のんちゃんとデートが楽しかったね。あ、ニコ生からか。そっかそっか。そっかそっか。最近忙しかったの、来れなかったのは。そっか、ニコ生、じゃあ、俺リスナーなのか、もともとシンさんは。私からは見えないっつって。シンさんがブロックしてんだよ、それ。たくみさん、ワダツー、おはよう。あ、そうそう、俺、たくみさんに聞きたかったんだけどさ、たくみさんさ、ほら、言っていいのかな？元自衛隊員じゃん。上手やらない？そう、俺、それ思ってたんだよ。俺、最近、たくみさんと全く会えてないから、上手やらない？たくみさん。たくみさん、でも今、太っちゃってっかんな。どう？忙しい？最近。元自衛隊員だったら専門的でしょ。そう、チームの戦略とか、その、ガチのやつが、ね、導入できるから、たくみさんありじゃんとか思って。お金が、いや、だからハンドガンとかも貸すから2、3000円で参加できるよ。オフ会みたいなノリで銃とか全部こっちで揃えればいいじゃん。ゴーグルとかレンタルで。フワッチの振り込みってもう入った？フワッチはいつでも引き出せるように僕は設定してるんですよ。だから、入ってますよ、振り込みは。だから自分でその今日使いたいなって言って毎日下ろす人もいれば、僕みたいに1ヶ月に1回の人もいるんで、ふわっちの振り込みは僕は月1でやってます。煽らないの、ドレさん。しんさん、すごくよくしてくれてるんだから、ここではここのルール守ってよ。ヤックンおはよう。ハートありがとう、ヤックン。いつもありがとね。ウェイ。でもね、今日のね、俺、ドレさん、久々いい枠だなと思って、最近ね、ドルさん、ちょっとメンタルのブレがすごい大きかったんだけど、今日はね、なんか楽しそうに放送やってて、俺、今日のドルさんの放送すごい良かったね。すごい面白かったね。やっぱ、その配信トーク乗ってるか乗ってないかって大事だし、結構ね、ドルさんの枠見て、あ、俺も頑張ろうっていうか、楽しそうに放送やろうって単純に思えたね。なんか、トツかけてたんだけど、金梅さんコメント来て、で、そっからずっとロムって、皿洗いとかやりながら聞いてたんだけど、もう表情がすごい良かったから、多分まあ、彼女とうまくいってんだろうな、とかも思って。プライベート結構大事だからね。俺も、配信始め、朝起きた時とか、配信始める時とか、のんちゃんが笑顔だってさ、やっぱ、あ、今日も頑張ろうってなるから。
結構ね、のんちゃんがニコニコしてると嬉しいの。朝起きたら大体わかるから、のんちゃん今日機嫌いいなーとか、今日はいい子だなーとか、あ、今日悪い子だなーとか。いや、まあ、ドルさんがアンチの裁きやってたけど、俺は自分のスタイルで無理だな。あれできないな。どうしても開き直れない弱さがあるから。普通にまったりやっていきたいっていうタイプっすね。2、3000円くらいならやってみる？やろうよ。銃とか、ほら、俺がリスナーさんから借りたやつとかさ、回して使えばいいじゃん。やろうよ、やろうよ。最近運動してる？たくみさん。あと、捨て頃の対戦相手がね、もし出れるとなっても誰になるのかとか、バーリトゥードルールってなってるから、ちょっとなんか、組み技とかは嫌だなとか思ってたりとかもして。関節痛めたりとかさ、腱切ったりとか、大怪我する可能性だもんね。え、一緒に鍛えようよ、ちょっと。一緒に鍛えよう。アンチ解放したよ、ヒデタン。だけど、この枠からは、マナー守らない人はブロック入れるから、普通に楽しんでいってよ、ヒデタン。普通にコメント打ったりとか、普通に意見の交わし合いは俺はウェルカムだからさ。あんまり煽り体制がないからさ。ごめんね。変な煽りは入れないで。そういうタイプの配信者じゃないから。まったり、普通に楽しんでくれる人だったら大歓迎だから。煽る人はちょっとごめんなさいだけど。もしよかったら楽しんでって。チーム上手のロゴ俺作ろうかな。鮫島さんとミーティングしてちょっと話そう。チーム上手のどういうデザインがいいのかって聞いて、仮のやつ。俺プロじゃないからちゃんとしたのは作れないから。もともとアンチじゃない？あ、よかった。もしよかったらじゃあフォローしてよ。ありがとう、ヒデタ。猫のサムネのやつは大体いいやつだからな。心優しいやつだから。じゃあやろうか。たくみさんも来たでしょ？のんちゃんも来たでしょ？いいね、いいね。やろう、やろタツヒコと話したいんだよな。っていうの、あ、タツヒコまだいるかな？タツヒコまだロムってる？タツヒコロムってたら教えて。ロムってないかな？最近あいつザッピングなんだよな。昔コメントめっちゃ打ってくれてさ、放送ヘビーリスナーだったのにさ、変わっちまったよな。いろんなところ挨拶回りするようになっちゃったからさ、俺の放送見なくなっちゃったんだよ。タツヒコの件はね、話したいことがすげえあって。なんか、思うところがあるんですよ。辰彦に関して僕は。いや、正直ね、便所さんも、ドレさんも、俺も、同じことを思ってると思ってて、辰彦に関しては。で、俺が言う役割なのかなっていうか。辰彦いないか。しょうがないね。まあ、今の時間仕事かな。っていうかさ、俺思うんだけどさ、この招き猫っていうアイテムあるじゃん。これさ、利率超いいね。6.5%配信者に入るんだよ。これ常設化してほしいんだけど。タイムセール。ああ、花火ありがとう。ありがとう。ドレさんから自意識過剰って言われたのを守ってくれたから。ありがとう。ありがとうございます。自意識過剰？守ってくれた？ 何の話？しんさん。ありがとうね、花火。しんさん。どれさんから自意識過剰って言われたのを守ってくれた。守るっつうか、俺別にしんさんに関しては、なんか揉めたこともないし、すげえ、昔から応援してくれてるから、別になんか、なんで揉めたんだろうっていうか、なんでブロック入れたんかよくわかんない流れだった。あんま見てなかったからあれなんだけど。
まあ、ノリとかもあるからな、その時の。まあ、だから、配信者ってさ、リスナーさんとかも人間関係だから、合う合わないあるからしょうがないんだよ、もう。セコロ現実、そう、達彦いんのか。達彦さ、達彦、ちょっと耳が痛いかもしんないけど、嫌な話かもしんないけど、俺、達彦の話していい？そう、本当は電話で話そうと思ってたんだけど、達彦についてちょっと語らせてもらってもいいかな。配信者だからいいと思うんだけど、すげえ思うところがあって。で、なんでその話をしたいかっていうと、俺が、人生変わった言葉をくれた先輩とかが言ってたし、今、自分で思ってることっていうのがあるの。あ、いい？達彦ちなみに今仕事中？放送ちゃんと聞ける環境なのかな？仕事中？ちょっとね、達彦について、話したいことがあって、これね、放送でもよく話すワードなんだけど、達彦は捨て頃に出たくて、配信者になった配信者じゃない？で、俺、達彦は、みんなから愛されてるし、俺も達彦大好きだし、達彦嫌いな人っていないんだよ。達彦嫌いな人いないの。でね、達彦だけじゃなくて、海宝もそうだし、他の捨て頃出させてよって言ってる過疎配信者とかリスナーさんもいるんだけど、プロって何なのかっていう話をしたかったの。で、たまたまそれが達彦がきっかけだから、ちょっと達彦の名前引用しちゃって、ちょっとディスとか達彦と気分悪くなっちゃうかもしれないから直接話したかったんだけどね。俺、いつも音楽の業界にいても、ネットワークビジネスの業界にいても、配信の世界にいても、うまいやつってゴロゴロいるんすよ。強いやつ、まあ格闘技で言ったら強いやつ、音楽で言ったらギターがうまいやつ。で、配信者で言ったら雑談がうまいやつかな？イケメンとか。でもね、それでも売れないんですよ、プロって。で、捨て頃って何なのかって言ったら、興行だからあれプロの舞台なんですよ。で、俺、達彦が出たいって言ったのがどれくらい本気なのか聞きたかったの。どれくらいの気持ちで出たいと思ってるのか。で、ドレさんはこれ納得してくれるし、その通りだよってドレさん言うと思うんだけど、ドレさんとか俺とか、テルとか、あそこに捨て頃に出た人、もちろん主催者便所太郎さんはもっとなんだけど、腹くくってるんだよ。捨て頃出るとか、有名になるとか、配信で飯を食るってことに、決断をしてるの。決断。決めることと立つことを決めてるのね、俺らの中で。で、俺は、達彦に出てもらいたいの。俺の気持ちは。それはどういうことなのかっていうと、強くなることじゃないんだよ。俺は、便所さんが言ってた時に、ドレさんを本気で1年間トレーニングして、ドレさんを倒せる可能性があるのは達彦だっていう意見が便所さんの口から出た。で、リスナーも、達彦だったらやってくれるっていう意見だったけど、その後に出た言葉っていうのが、達彦は優しいから接待しちゃうから出さないとか、それとか、配信者として、まあ、それ冗談で言ってたんだけど、ゆうゆうのアシスタントでしょっていういじり方をされちゃってたんだけど、俺はね、格闘技のことよりも、今ね、達彦に本気で、いや、離婚とか坊主かけたら出るとかいう問題じゃないんだよ。俺はね、本気で達彦に、本気で捨て頃に、今出なかったらもうチャンス来ないよっていうことを言いたかったの。要はね、腹くくったら閲覧も伸びるから、リスナーさんもついてくるから、それはドレさんを見てたじゃん。俺と達彦はさ、ドレさんがまっさらな状態からさ、今の、ああいう風にスターダムになって、ね、有名配信者になったのを見てるでしょ。腹くくってほしいの、達彦に。で、今腹くくんなかったらもう二度と出るチャンスないと思うよ。今、捨て頃っていうワードが出た時に、達彦っていうワードが出たの。で、はっきり言うけど、今の配信の実力じゃ無理だと思ってんの。俺、本気で出るんだって腹くくってもらいたいの。で、すごい辛いことがいっぱい起こると思うの。理解してくれない人が現れたりとか、なんて言うんだろう。叩かれたりとか。でも、その時、俺はそばにいるし、
あれだから、辰彦にこっちに来てもらいたいんだよね。今度は同じリング上がりたいよ。だからお願いだから、辰彦、配信で結果出して。そのためだった、俺ね。だから、俺は格闘技ダメだよ。辰彦は配信ダメじゃん。だから、一緒に練習しない？決められた日時。一緒に走るだけとか。もう、金かける必要ないからリング借りるとか。辰彦は、その閲覧を作る。俺は、その背頃に向けて体作るって。ちょっと、俺、辰彦本当に、出よ。一回出よ。一回出るのと出れなかったのでは大きな差があるから。それを伝えたかった、俺は。うん。辰彦、出よ。うん。いつか出るって言ってるやつは、いつまで経ってもいつか出るって言うよ。で、辰彦を本当は見たいっていう人いっぱいいると思うよ。辰彦の本気の、そのリングで背頃で辰彦が本気出して、その、バカみたいに強い辰彦見たいと思うよ。うん、マヨネーズさんいらっしゃい。お疲れ様です。ビスコじゃないんだよね。ドレさんあえて突っ込まなかったんだけど、あれ、クッキービスコではなかったかな。ごめん、ちょっと、今裏にあるから、ないけど。俺、それを辰彦に伝えたかったの。俺は辰彦をリングで見たいし、俺ももちろん出る前提でやるけど、だからそういった意味では枠が限られてるからライバルだけど。うん。それ、辰彦の人生にとっても大事なことだと思うから、一緒に青春しようよ、辰彦。それだけ。うん。はい、こんにちは、はるちゃん。初見さんいらっしゃい、ナムタルさん。辰彦はね、新宿スワンじゃない。それ、辰彦ね。辰彦は、バブー辰彦っていう配信者。うん。裏方に回ってほしくないんだよね。うん。本気で、そう、解放にも言ってんの、それは。捨て頃出たいって誰でも言えるんだよ。出たくなるために俺ら頑張ったんだから。だけど、出るって決めるのと出たいって言い続けるのは根本的に違うから。うん。いつまでもリスナー目線じゃダメだよ。配信者になったんだったら。うん。出たい出たいです、出たいですなんて5万といるから。うん。そしたら出るって決めよ。今回の、ステゴロ2。だって、他の出たいって言ってるやつよりも、顔も覚えてもらってる、名前も覚えてもらってる。リスナーさんもある。あとは、知名度だけだよ。そうそう、顔でかい人。顔でかい人って本人いるからね。バブー辰彦。みんなバブー辰彦応援して。お願いね。本人が面白くなかったらフォロー切っていいけど、俺は辰彦をリングに上げたいと思ってる。まあでも絶対俺対戦したくないけど。うん。どれは負けるの分かってるから。だからそれ心の問題なんだよ。技術的には勝てる可能性が持ってるんだよ。本気でどれぶっ倒すっていう風に腹くくって、だから出させてくれっていうか、バブー辰彦にね、今見てもらいたいアニメはね、ピンポンだよ。ピンポン。そう、ピンポンのペコは腹くくったんだよね。もう一回卓球を教えてくれろって。あれを見てほしいね。うん。黒ヒョウみたいって何？黒ヒョウって何？黒ヒョウって。漫画？黒ヒョウって。でもね、俺はね、その辰彦の出たいっていうのが本気なのかどうなのかを知りたいの。うん、で、格闘技あれだけ真面目にやってたんだから、できないやつじゃないんだよ。もう精神面の問題だと思ってんの。格闘技に対して真面目にやってるし、その、配信が好きなのも真面目なんだよ。ただ腹くくってるかどうかなんだよ。出たいのか出るのかっていう。で、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだから。うん。チャンスが巡ってきたらいいなって思ってるやつに、チャンスなんか巡ってこないんだよ。指くわえて待ってるだけなんだから、チャンスの女神は微笑まないんだよ。チャンスの女神は自分から奪いに行くんだよ、貪欲に。そう。俺は絶対できると思ってんの、辰彦は。だってさ、ゆうゆうの旦那さんなんだよ。で、捨て頃の裏方までやったんだよ。で、ドルさん倒せる実力はあるけど、メンタル的に接待しちゃうよねって言われてんだよ。ここまで言われてて、もう条件揃ってるのに、今やらないでいつやるんだよっていう。いや、だから、でしょ？生タルさんそう思うでしょ？これ、本人は気づいてないかもしんないけど、出れたらいいなってなってるかもしんないけど、名前が上がってる時点ですっごいチャンスなの。でね、ミュウツーとかクモンリュウとかには出させるよって。それって、喧嘩の実力では辰彦勝ってるのに、魅力がないって、配信者としての魅力が弱いって言われちゃってんのよ。だったら俺がそれを辰彦に譲るよ。辰彦もともと俺のリスナーなんだから。うん。俺が責任取りたいの。その代わり俺は強くしてもらいたいけどね。
バンバンやろうよ、本気で。あれは煽りだよ。あれをどう捉えるかだよ。あれは達彦分かってるなっていう愛情なんだよ。で、ドレさんも言わない。便所さんも言わないよ。絶対これは俺が言わないといけないの。達彦は出るべきなんだよ、2に。で、人生根本から変えるべきなんだよ。そう。その時に初めていろんなもんが見えると思うし、達彦はもっと自信つくだろうし、達彦もともと、その、すげえ稼いでたんだよ。で、その、結婚とかいろいろ仕事とかうまくいかなくて上京してきてって、その時に出会ったリスナーだから、俺絶対達彦成功する人間だと思ってんの。超人がいいし、優しいし、礼儀正しいし、愛されキャラだし。ただね、本気が伝わってないんだよ。ただ単に。本気で決めたら伝わるから。便所さん動かそうぜ。うん。むしろ、リスナーさんにまず伝えることだよね、本気を。俺出さないで損するよって。俺見たいでしょって。こんだけ強いんだよって。これだけ沸かせられるんだよって。こんだけのリスナーさんいるんだよって。で、集客来てくれるよなって。俺が捨て頃出たらみんな来てくれるよなって。そう。俺、リングにあげようよって。俺は絶対やるよっていうのを見せないと。うん。ごめんね、熱くなって。俺は昨日の話聞いてて、そう、俺も出るって決めてるけど、俺はもう決めてんの。出るって。そう。俺は決めたら出れるから。うん。俺はなんだかんだ嫌われてるかもしんないけど、なんで俺が出れるか教えてやろうか。なあ。俺が出たら集客が集まるとかそういう話じゃないから。俺のことをよ、俺のこと殴りてえ奴はいっぱいいるんだよ。俺の殴られる姿見てえ奴はいっぱいいるんだよ。俺は出るよ。わかる？俺のことボコボコにしたいリスナー、俺をボコボコにするところを、ね、這いつくばってるところをな、見たい客はいっぱいいるんだよ。俺は出れるよ。俺はそれとの戦いだから。俺は自分を守る戦いだから。俺は出るよ。俺は分かってるから。そう思うだろう。俺がボコボコにされるところ見たいだろう。そういうことだから、うん。俺は自分の立ち位置分かってるから。俺が頑張るところとかじゃないんだよ。俺が勝つところじゃないんだよ。俺を殺しに来るやつが見たいんだよ、みんな。そう。格闘家が優しいからダメだって言われたら切れないとな。あそこで俺トツかけなかったのは本当ナンセンスだと思った。あそこで便所サロンさんになんで電話しなかったんだっていう。あそこで電話かけてたら流れ変わったんだよ。で、チャンスは絶対来るから、来年だって言ってる。もう便所さんが振りをしてくれてるんだから。次もし達彦の名前が出たら、もう電話かけなすぐ便所さんに。僕はできますよって。うん。リングに上がったら強いじゃダメなんだよ。リングに上がるまでが勝負なんだよ。お金払って出させてくださいじゃないんだもん。俺が出たら金払う人いっぱいいますよって言わせないと。はい、この話は終わりです。ピンポンの小学校の映画鑑賞で見ました。小さかったからよくわからなかったけど面白かったの覚えてる。ピンポン面白いよ、マヨネーズさん。うん。便所太郎は今朝死んだよ。え、そんな急展開なの？え、便所さん今朝死んだの？え、嘘でしょ。昨日の夜元気だったんだけどな、捨て頃継ぎやるぞっつって死んだの。マジかよ。でも TJ さんが引き継いでくれるから大丈夫だよ。うん。ボルサリーノさんいらっしゃい。ちょっと面白かったね。最近ね、リスナーがね、コメント力が上がってきて面白いんだよね。便所さんは今朝死んだよって。急展開って。今開いた。いや、ちょっと面白かったよね、亀尾さん、ワード2。うん。いや、今の流れは良かったね。プロリスだよね、この人は。ジャパンさんは。ジャパニーズ、なんて読むんだろう。ウィンデル、うん、ジャパニーズさんでいいか。うん。急展開すぎるだろ。便所は今朝死んだ。俺だけどね、正直な話言うと、便所さんは出てほしくない。便所さんはプロモーターに回るべき。それが似合う。解説とプロモーターに回るべきだと思った。石井館長みたいになるべきだよ。選手としてやるべきじゃないと思う。正直、裏方に徹して、舞台挨拶とか、開会とかやった方が絶対面白くなる。格闘技の、ほら、TJ さんとかさ、石川紀之さんって格闘技強いけどさ、専門家の意見が欲しかったはずなの。今のジャブ入ったよ、とか。そう。解説聞いててもね、なんかね、パンチ当たってないのに、ワドパンチ入ったとか、入ってないよって思ったもん。リングの上から突っ込み入れたかったもん。だからね、便所さん絶対解説に回った方が面白くなるよ。
俺はそう思ってる。あと、やっぱもう、その、サプライズ感で、その、3回に1回出るとかが魔王感があっていいじゃん。俺も久々出るか、みたいな。サプライズでさ、スペシャルマッチとかで。プロモーターだよ。もうほんと完璧に。その方が多分、今後メディアの取り扱いとかも、ね、どんどん来るだろうから、どんどん取材とか受けてさ。前田明が試合出るってならないじゃん、アウトサイダーの。上から物申していいんだよ、もう、便所さんは実績作ったんだから。あんだけすごい興行やったんだから。あとね、新木場よりも広いところでやっても集客できると思わない？正直ね、300超満員にまたなっちゃうから、もう次回も来たいってみんな言ってたから、のんちゃんも来たいって言ってたし。だからね、チケットの争奪戦が嫌だから、5、600の箱、もうちょい広い箱でやってもいいんじゃないかなと思うよ。それでも埋めると思うよ、5、600でも。選手の数増えるし。だからちょっと懸念されるのが、メンツだよね。またこのメンバーかってなると、あれだから、それはちょっと思う。自分が出たいのもあれなんだけど、出たいって言ってるけど、またこいつらかよってなるのは、面白くないよね、正直。ツイキャスからもこの人を出させてよっていうのが楽しみでもある。いや、マナーでしょ。逃げたんじゃなくてマナーだよ、ドレさんの。要は流れを察したんだよ。俺の枠を大切にしてくれてんだよ。俺はそれが気持ちかな、辰彦に対する。それが恩返しだと思うし、前回ステゴロ1の時に世話になった恩返しだと思ってて、俺にできることはそれだよな。辰彦を無理やりリングに上げて、リングに上げるっていうか、リング上がるように辰彦覚醒を俺は祈ってるよ。ちょっとみんなで辰彦盛り上げようぜ。辰彦本気にしようぜ。俺もそういう時配信で何回もあったよ。ちょっとワード、お前大手になるチャンスとか中堅になるチャンスがあるんだから本気で行こうぜって言ってくれたリスナーに救われたことあったからさ、辰彦のリスナーはケツ叩いてあげて。辰彦は本気出せる人だから。もっと攻めていいんだぞって。信頼関係あるんだから、バンバン行こう。で、正直、辰彦のファイトは本気出したらめちゃめちゃ強いよ。かっこいいよ。ワドだよ、ワド。いや、名前変えたわけじゃないよ。漢字のワドにしてワドだよって。もともとワドじゃなくてワドなんだよ。俺が和道和道って言っちゃってるからあれなんだけど、正式は和道だよ。チームどれの一員だかんね。あと、捨て頃で俺は一番何が楽しみかっていうと、ドレさんのライターが何個売れるかだよね。ドレさんの手拭いとライターが、何個売れるのかが、もう気がかりで気がかりでしょうがないよ。俺はグッズ結構売れたからね、ありがたいことに。パイセンとライター論争してた。あの方組んでる。あれ、最高の写真だよね。リスナーさんが撮ってくれたんだけど、見ます？見たい？あれはね、ほんとね、スラムダンクの最終回みたいな感じだったね。俺もあの写真大好きなの。見ようか。ちょっと待ってね。あの写真、ドレさんにも送ったっけな？捨て頃でリスナーさんが撮ってくれた写真があるんだけど、ちょっと待って。沖縄だからもうこれ捨て頃前だ。あったあった。
セゴロ楽しかったな。また練習つらいけどな。練習全然面白くねえかんな。痛えし、体ガチャガチャになるし。出るって決まったんですか？いや、俺は出るって決めてる。自分で決めてる。俺は出るよ。ただ正式には決まってないよ。便所さんから OK とか正式メンバーにはなってないけど、俺は自分で出るって決めたから。あのまんま終われないからね。俺は出るよ。自分で決めた。俺は出る。そんな感じ。自分で出たいと思った。自分の人生は自分で決めます。うずらさんいらっしゃい。楽しんでて。来てくれてありがとう。ステコロのじゃあ写真出すか。電キャプチャーじゃなくて。手頃の、まあ、リングサイドから撮ってくれた人の写真はこれだね。写真がでかいな。ちょっと待って、すげえでかいな。これ、すげえ高画質で撮ってくれてるんだね。こんな感じか。いいよね。どうよ。こういう感じ。これまさに試合の最中だよ。これ多分3ラウンド目だな。3ラウンド目の俺とテルだね。3ラウンド目の始まりかな、これ。写真でわかるもんね、表情で。やっぱ体重全然違うな。こんな感じ。ヘッドギアなしだったよ。試合見る？振り返る？で、リスナーさんが今言った、あの写真最高だったよ、ドルさんとのっていうのはこれ。懐かしいね、これ。リスナーさんが良かったねって言ってんのはこの写真のことだね、これ。話してる内容は一緒？これだね。ドルさんかっこいいよ。これほんとなんか奇跡の一枚だよね。これどういう状況かっていうと、これ、ワド、頑張ったな。で、ここにヒカルくんがいるでしょ？ヒカルくんがパルパルの奥にいるでしょ？うわせ、いいっすね。ドルさんと語り合ってますね。いいっすね。って見えるでしょ？ヒカルくん。ワド、頑張ったな。お疲れ。みたいな感じに見えるじゃん。違うかんね。これ何話してるかっつうと、ヒカルくんが、わっさ、いいっすね、青春っすねって見てるけど、これは、ワド、ライターが4つしか売れなかったんだけど、どうしたらいいっていう笑顔だから。ワド、ライターが売れねえんだよっていう。ワド、お前、物販いくつ売れた？俺、ライター4つしか売れなかったんだけど、お前やっぱニコ生で有名なんだなっていう、その下水会話だからこれ。すっごい下水会話なんだよ。この写真のさ、なんかもう映画のワンシーンみたいな写真なんだけどさ、話してる内容、物販の話だからね。厳しい世界だな、みたいな。大赤字だよ、みたいな。これ好きだわ、本当に。いいだろ？これが捨て頃だよ。最高。最高だよね、本当に。はい、おうかちゃんいらっしゃい、こんにちは。楽しんでて。バカありがとうね。バカありがとう。苦笑いだったかな、本当に。一番聞いてたかな。
アイコ買え、この野郎とか言ってたからね。アイコさんがまだ配信者じゃなくて、アイコと夢、なんだこの野郎、ライター買え、この野郎とか言って、脅してたからね。物販席で。お、便所さんが捨て頃の告知始まった。さあ、捨て頃始まったぜ、みんな。セゴロ2もう正式発表でいいんじゃない、これは。セゴロ2やるっていうことで、多分免除さんの中で腹決まったんでしょう。盛り上げようぜ、祭りだぜ、祭り。セゴロなんだかんだみんな良かったでしょ。セゴロなんだかんだ言って良かったでしょ。ふわっちで電車内の配信バンになってたんですか。ああ、わかんないな。俺、電車内であんまり阪神しないから、わかんないな。誰かバンになった？電車内配信。最近他の人の放送、見てないんでわかんないっすね。でもまあ、あんまりいいもんじゃないよね、車内の配信は。田舎の方のね、ガラガラだったらいいかもしれないけど。どうしたの、太郎さん。マドンさん、どんなパンツ？シルキードライ。エアリズムって名前変わったのかな、今。シルキードライのエアリズムの赤いパンツですね、僕は。一着1000円ぐらいするやつ。ハスハス？ハスハスって何？あ、アイロスさんいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとうございます。いやー、暑い季節がやってきたね。でもね、捨て頃毎回出たいってわけじゃないんだよね。俺前回やり残したことがあるから出たいんだよ。非公式の番基準のまとめに、電車内は即番って書いてあったから、あれ？と思って。あんまり聞いたことないかな、電車内で番になった人は。見たことない、ふわっちでは。セコロブームっつうか、まあまあ楽しみにはしてるんじゃない。ヤックンありがとう、アイテムありがとう。締め付けられるっつうか、ボクサーパンツだよ、ピタッとしたやつ。だブリーフの短パンみたいなタイプのやつね。ブリーフの短パンみたいなやつ。やっくんありがとう、アイテム。まあ、セコロは普通に見たい人いっぱいいるでしょ。同じメンツではないでしょ。クモンリュウも出るだろうし。なんかドレさんが新規で開けてたのは、カズ軍曹、クモンリュウとミュウツー出すって言ってたね。出す、正式ではないんだけど、注目してる？まあ、クモンリュウ、カズ軍曹、ミュウツーか。この辺はいいんじゃないかっていう。そう。で、ポンスケさんとセブンさんはおそらく出ないだろうっていう。で、金梅さんは、もし金梅さんが出るっていうんだったら、もう、出すよって言ってた。権限で。まあ、金梅さんの意向次第。で、俺はまだ未確定。俺は敗者だから、勝者の方は出すっていう条件だったから、負けた方は、要は、頑張れと。要は、誠意見せろって感じだよね。
そうだね。いや、でもまあ他にもいるじゃん。あの後出たいって言って注目株もあるから。多分メンツは揃えてくると思うよ。興行だから。そこは安心していいと思う。あれをきっかけに出たいっていう人もいるはずだよ、絶対。誰だろうね。どんな人が出たら面白い。鶴之進さんとか面白いのにね、出たらね。ザクロ VS トムゾーヤ。あ、でもね、荒野は俺ありだと思うよ。荒野出すのありだと思う。荒野ガッツはあるから。体重とか同じぐらいの人にやらせるっていう。ネームバリューある人出るでしょ。あ、ゲルマさん、お疲れっす。いらっしゃい。楽しんでてください。鮫島さんとか出ればいいのにな。鮫島さんと荒野じゃ釣り合わないからね、M バリュー。体重は釣り合うんだけど。まあ、それだったら鮫島さん絶対勝っちゃうだろうな。荒野は出すっていうのはありだと思うよ、軽量級で。ただね、グラウンドは向いてない会場だと思うんだよな。席が低いから寝技見づらいと思うんだよね。ちょっとそこは不安だよね。荒野フットサルの時運動神経良かったけど、荒野の俺一回やってるもん。荒野戦ってる。ね、すごいガッツあるよ。ツイキャスは出すでしょ。ちょっとフワッチ配信者がね、捨て頃出たい人多いからね。どうなるのか不安なところだよね。どうなってくんだろうな。次の捨て頃出たいっていう人多いよね。さあ、どうなるのか。ヤミーありだよ。ヤミーとか。ヤミーと荒野とかもありかもしれないよね。ヤミーと荒野とか。名前が一気に売れる。まあ、そういう実績作っちゃったよね。ドルさんが一番バブルの恩恵あったでしょ。名前は一気に売れる。俺はそんなもともとね、そこそこ有名だったから、あんまり捨て頃から見始めましたっていうリスナーさんはいないけど。金バイとネットノージ、あ、いいかもしんないね。おお、松田お疲れ。なんか頭角を現し始めたね、最近。山本太郎と桜井誠、それダメでしょ。それは討論やらせた方が絶対面白いでしょ。殴り合いはダメでしょ。ちょっと面白いけどね、それで、ね。リングの上、仲良くなっちゃったら困るでしょ、あれは。いや、いい試合だったっつって抱き合ったらね、両方のファン失うわ。政治はそういうのないからね。イデオロギーとかね、そういう世界だから。あ、チャーハンの欄面白かったね。あれは最高だったよね。うわ、キャメル伏せろ。あいこてめえ。おい。 あれは現場で見てたけどすごかったよ、本当に。あ、そうなんだ。結構じゃあ見てくれてんだ、ゲルマーさん。ちょいちょい。ありがとね。あれはもう修羅場だったよ、本当に。まあ、ヒカル君もね、愛子さん本気で嫌いだからね。愛子さんがめちゃめちゃ煽るんだよ。クモンと池上のタイマー張るって喧嘩どうなったんだろう。やらないでしょ。そんないじめだよ、そんなの。体見たらわかるじゃん。トム・ソーヤ池上、そういうキャラじゃないし、ダメダメダメ、怪我するよ。それは子供じゃないんだからさ、そんなのはダメだよ。スポーツだから、あくまで格闘技は。
やっぱスポーツマンシップ忘れたら俺は嫌いだよ、そういうの。強いやつと喧嘩するんだよ、自分より。金梅さんがね、笑ってくれるからね。光るっつって、ええっつって。バイセイセイ、イス。いやー、ダメだよ、そんなの。クモン流は誰とやるんだろう。もう、だから、クモン流出るのも決まってないから。あ、そうなんだ。クモン流殴られてたんだ。トットさんいらっしゃい。いっす。お疲れっす。あ、そうなんだ。まあでも喧嘩はダメよ。ストリートで。警察沙汰だから。あ、俺も人のこと言えねえけど、パルパルぶん殴ってっから。あと、テルチャンピオンは出るのかな？カズ軍曹とクモンはありだよね。でも、あれで俺、カズ軍曹生で見てるけど、クモンもカズ軍曹もお互い体いいけど、カズ軍曹体重85キロとかだよ。そう、階級が合わないから、なあ、クモン流強えかんな。カズ軍曹、クモン流、ちょっと体重が合わないけど、まあ、お互い運動神経いいし、いい試合になるかもね。頑張ってんのモノマネではないけどね。捨て頃は頑張ってのコールが鳴りよう。いや、すごかったよ。和道和道だったね。和道みたいな。頑張れって感じではないね。もう血の気が多い感じ。いけおらーみたいな。和道みたいな女の人も。そういう感じだった。ザクロね。ザクロね。ザクロは、でも、どうだろうね。才能はあると思うけど、これからの人だから、一発屋にならないといいんだろうけどね。どうなるかわかんないよ。クモン流、クモン流は誰とやるんだろう。っていうか、ドレさんのマッチメイクが楽しみだな。ドレさんのマッチメイクが楽しみだよ。どうなるんだろうな。ザクロのナンパ配信は面白いね。いや、だから体重の問題とかもあるしね、技術とか経験者っていう問題があるから、ドレさんを誰がぶつけるんだろうっていうのは俺は楽しみかな。やっぱりドレさんをぶっ倒せっていうコメント多かったから、どうするんだろうね。ロハコさん？いや、だから俺のセコンドロハコさんだったでしょ。長島ドレシゲさん、どうもです。お疲れ様です。楽しんでいってください。セコンドロハコさん。俺今回もし出れるとしたら、セコンドサメ島さんに頼むかもしんない。サメ島さんが出ないのと、俺が出れるってなったら、サメ島さんにお願いしてみる。サメ島さんセコンドでカツ入れてくれるから。ダメダメダメ。大怪我するわ。ロハコさん強くないから。あ、でもロハコさん強いんだよね。ちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるから。そうだ、ロハコさんは本気出すとあれだ、スーパーサイヤ人になれるんだった。そう、ハゲてるからね、あの髪が逆立ってるの見れなかったけどね、あれ本当は金髪になってたんだよ。そうだ、ロハコさん強いんだ。鮫島さんとやり合うつもり満々だったからね。意外といけるかもしんない。でもロハコさんはありだったよね。でかいから舞台映えするんだよね。ここは僕んちだぞーって。ドラゴンボールだよね、本当に。ドラゴンボール、まああと、あ、だからテルとクモンリュウとかありなんだ。それどう？テルチャンピン VS クモンリュウってお互いファイトスタイル似てるから、
ピードがあって体重軽くて身体能力高くて、テルバーサスクモン竜はありかもしんないよ、ファイトスタイル的に。うん、どうなんだろうねえ。俺ほら両方とも知ってるから、動き見てるから噛み合うと思うよ、スピード対決っていうか。うん、運動神経抜群で、で喧嘩慣れしてるでしょお互い。テルクモン竜はありなんだろうじゃないかな。うん、ありでしょ。うん、意外とマッチメイク難しい。まあね、決める権限は全部便所さんが持ってるからね。面白そうだよね、多分噛み合うと思うよ、お互い気も強いから。うん、で年齢も近いでしょ多分、若者同士 でお互い囲われキャラじゃん、女の子にかっこいいかっこいいって。だから多分負けた方リスナーかぶるようなタイプだから、ヤンキーイケメン系じゃん、ごっそり持ってかれるよリスナー。テルバーサスクモンリュありだよな絶対。うん、ただほんとフワッチ配信者ばっかになっちゃいそう。いや大丈夫でしょ、10試合組むから。いや大丈夫だと思うよ俺らさ。まあ別に俺らはフワッチでなんだかんだ見て被ってるから大丈夫だよ。うん、大丈夫だよ。うん、大丈夫大丈夫。あの便所さんバカじゃないから、めちゃめちゃうまいから。身長同じくらいなんか。パイセンが出たらもう超盛り上がるでしょ。新やっちは出ないのかな、知らない、わかんない。俺は全然わかんないよ。昨日なんか便所さんの放送でやってたから俺は出たいってアピールはしたけど、うん、出たいアピールはしたね。うん、
もう精神障害持ってるよ、俺は。アスペルガー症候群と ADHD っていうの持ってるね。なんで？どうした？おー、いってらっしゃい、トズさん。頑張ってね。いってら、何打つんだろう。いってらっしゃい。なんで？ゴリラさん、どうしたの？ ADHD、注意欠陥多動性障害でアスペルガー症候群だね。あ、パニック障害はたまーに出るかな。ちょっと辛いよね。過呼吸になったりとかね。気合わせが出て。パニック障害ね、後半に出てきちゃってね。子供の頃、小学校の頃倒れたりとかした2回ぐらいあったんだけど、配信始めてからね、過度なストレスあるとね、3回ぐらい倒れてるね。あー、ちょっと不安かもね。あはははは。まあまあまあ、リラックスしてさ。俺は急に出るタイプだから、何の予兆もなく。うん。2回配信中運ばれてるよ、パニックで。やだよね。最初なんだかと思うよね。もうしかも腹も下るタイプなのよ、冷や汗かいて。真っ青になってくタイプだから、血の毛が引いてね、手足が痺れて。初見さんいらっしゃい。自閉症はね、アスペルガーの方ですね。ADHD っていうのは注意欠陥多動性障害っていうのはね、そわ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 するっていうか、要は落ち着きないガキっているでしょ。ずっとわわ騒いでたりとか、キョロ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 してたりとか、それが注意欠陥多動性障害 ADHD で、アスペルガー症候群っていうのは自閉症の区分が変わったんですよ。要は IQ に問題はないんだけど、自閉症の傾向がある人、それをアスペルガーって言います。僕は両方と思ってますね。だ、自閉症と言っても過言、自閉症の区分でもあります、初見さん楽しんでってください。来てくれてありがとう。あ、この時パンチもらったのか。軽度の自閉症とは違くて、昔は自閉症っていうのは知的 IQ が低い人の病気だったの。だから、IQ が低くて勉強とかもできない、要は子供みたいで、さらに自閉的なのが自閉症なのね。だけど、最近になって分かったのが、IQ が高くて、要は勉強もできる、会話もできる、普通になんだけど、自閉的傾向を持ってる人がいるっていうのがアスペルガー症候群。だから軽度の自閉症かどうかっていう問題ではないの。要は、IQ の度合いと自閉的傾向がどれくらいあるか。俺は軽めです。自閉的傾向は。若干アスペが入ってるって感じかな。俺はね、27の時分かりましたね。うん。27の時検査で分かった。和道のキャッチフレーズ考えた。ゲテモノ界の貴公子。周りがガチメンヘラが多いので。本当に多いよ。ガチメンヘラの人は。昔からだね。うん。区分が違う。だからね、グラフが、横軸が自閉症の度合い。で、IQ の高さによって名前が変わるの。カナー症候群、自閉症、アスペルガー症候群っていう、だからね、今ね、アスペって言葉はなくなって、なんだっけな。名前が変わったんだよね。アスペルガー症候群が、自閉症スペクトラム障害っていう、スペクトラムって指数のことを言うのかな。自閉症スペクトラム障害っていう区分に変わりました。アスペって言葉はないですね。今。俺の正式な病気の名前は自閉症スペクトラム障害が軽度で ADHD が強い、発達障害だね、簡単に言うと。おはよう、ビリーさん、おはようございます。いや、そうそうそう。今、テルバーサス見ながらだから、コメント来たら裁くんだけど、今自分の試合見てて、それで、こう、体動いちゃってんだよ。どんな試合だったかなと思って、振り返ってみてて。おい、ペコちゃん、こんばんは。
あ、こんにちは。楽しんでってください。改善点っていうか、それはもう試合終わった時っていうか、もう次の日からもうずっとあるよ。要はね、技術的な問題じゃないんだっていう、技術的な問題いっぱいあるんだけど、3ヶ月でやれることはある程度できたと思ってんだけど、要はね、心の弱さがすごい出てたの。それはね、説明しても伝わらないっていうか、リングの上で嘘つけないって本当なんだよ。要はね、自分のこと守るのが必死で攻撃的ではなかったのね。いや、殺されてもいいから殺すんだみたいなやつがやっぱ強いっていうのがよく分かった。それができなくて自分を守るのに必死だったっていうのが悔しくて、経験ないっすよ。これが初めて。アスベの人って何においてずば抜けてる能力が高いのはなぜ？あ、それはね、誤解なんですよ。強弱さんね。アスペルガー症候群の性質としてこだわりが強いっていうのがあるの。要は、反復活動を繰り返すっていう、普通の人が飽きちゃうことをずーっと何年間も好きなものをずーっと追求する。だから、さかなクンとかがそうじゃん。魚のことだけずーっと勉強してるじゃん。だからそういう、あれはもうアスペなのね。完全な。だからちょっと喋り方に特徴があったりしてるけど、簡単に言うとこだわりが強くて自分の好きなことばっかりやるから、専門的な知識が身についちゃうの。後発的に。だからオタクが発達障害多いのはそれなの。要は、まあ、ザ・オタクみたいな昔の、なんかドゥフドゥフ言いながら、って言いながら語るような人いるじゃん。これはですね、なんとかなんですよ、みたいな。楽しそうに話すでしょ。そうそう。だから、何かがもともとずば抜けて高いんじゃなくて、そういう性質を持ってるからそうなりやすいっていうだけ。だからそれがうまくハマると、スティーブ・ジョブズみたいな人にもなるし、イチローみたいな人になるのよ。野球バカみたいな。もうずっと野球のことしかやんないとか。だけど、そうじゃない人が多いから困っちゃうんだよね。躁鬱はまた別よ。躁鬱はただのアホではないよ。サバン症候群の人はね、アスペとはちょっと違うの。サバン症候群は明らかに知的障害を伴ってるから、もうできないことがあるんですよ。ただ、ある一点のみに特化してるのがサバン。だから、強弱さんとかの言いたい、アスペの人は何かにおいてずば抜けて能力が高いっていうのはね、アスペじゃなくてサバンのことですよ。アスペは後発的にそういう能力が身につくんだけど、サバンはもともと因数分解が子供の頃からできるとか、記憶能力がずば抜けて絵が全部再現できるとか、能力値、もともと持ってる能力値が高いのサバンのこと。あ、どうもどうも、初見さん。チャムさんかな？チャムさん、よろしく。ザクラお疲れ。昨日おめでとう。頑張ったね。桜お疲れ。そう、だからミノムシさんの表現、サバン症候群の人とかのことでしょっていうのは正しい。専門的な知識。そうそう、特化型っていうかね、だけど、会話が全くできなかったりとか、身の回りのこととか全くできないから、サバンはね、天才とはちょっと違うんだよ、やっぱり。レインマンっていう映画見るとわかるよ。ダスティン・ホフマンだっけな、レインマンは。レインマンっていう映画見るとわかる。要はマッチがバラバラってこぼれるの一瞬で、その時に1900何本とかいうシーンが出てくるの。それで、えって。で、マッチの数数えたら本当に、1個の視覚情報の一瞬でそれが把握できてて。で、もしかしたらポーカーの数とか暗記できるのかってやって、カジノで儲けるって話なんだけど。そうそうそう。トム・クルーズ主演の。だけど、あれはもうずっとこうやって、ずっとこういうお兄さんなのよ。1900何本、なんとかなんとかとか。こうずっとやってる。だから、まあ健常者とは明らかに違う、サバンは。昨日はいい戦いでした。ありがとうございました。頑張ったね。頑張ってね。お疲れ。おめでとう、ザクロ。いや、嬉しいでしょ。仲間にあんだけ助けられて。頑張った、頑張った。あっぱれ。乾杯です。配信見るとテレビ見なくなるのも一種の自閉なのかな？いや、それは関係ない。それは違う。そこにあんまり、考えない方がいいよ。
いや、妖精ザクロでいいと思うけどね。妖精つけた方がいいんじゃん。せっかくドレさんからもらったわけだから。ザクロにしたんだね、シンプルに。おー、イリコトシさん、アイテムありがとう。わだつ。楽しんでってね。まったり雑談ですが。よろしくお願いします。今日は力抜いて、リラックスしながらやってるんで。みんなで、まったりやりましょう。お昼なんで。いやいや、今試合が終わったから自分の うん、思い出しちゃってさ、ほら、みんなはさ、俯瞰した引きの映像で見てるから、その映像に慣れてるわけじゃん。でも実際さ、俺現場で見るべきだよって、本当に配信好きな人は見に行ってって言ったんだけど、どういう絵かっていうと、これくらいリアルなんだよ。みんな、いくよ。すごいリアルでしょ。これが多分ね、リングサイドの距離感なんだよ。すごくない？これで殴り合い見てんだよ。これがリスナーさんが撮ってくれた写真なんだけど、臨場感半端ないでしょ。この距離で見れるのよ。で、俺の視点はもっと、リングに、その檻の中で囲まれてこいつとやり合ったわけですよ。テルと。だからこれよりももっと臨場感俺はあるからさ、やっぱにやけちゃうんだよね。その客観的な視点で見てても。あれ、引きのカメラだから。すごくないこれ。これでやっぱ汗とか飛んでくるんだって。パーンって汗とかのしぶきとか飛んでくるし、これが多分ね、一番前の席で撮ってくれた写真だね。いや、絶対見た方がいいですよ、生で。配信好きな人は超怒号だよ。ドゥワーンみたいな、窓ガラスバリ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 ってなったもん、楽屋の声援で。すごかった。音とかだからもうバリ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 みたいな、うわーみたいな、観客のすごかった。みんな大はしゃぎ。おお、白水いらっしゃい。若津楽しんでて。お疲れ。白ずみか、ごめんごめん白ずみ、ごめん。世界を打った白ずみいらっしゃい、うん、みんなはさ、捨て頃ワドを出るの賛成派なの、反対派なの。みんなは出てほしいのか出てほしくない、いや別にって感じなの。どっちなの、みんな的には。ワドリスナー的にはやっぱ捨て頃2も出てほしいって感じなの。もうお腹いっぱいだわ、いいや別に捨て頃はって感じ。配信続けるモチベーション、俺はね、うん、ライフスタイルだから。あ、賛成派？ありがとう。ライフスタイルに近くて、もう習慣だね。モチベーションとかあんま考えてない。あ、出てほしい。頑張るわ、じゃあ。ありがとう。うん、なんだろう。
もう朝起きたら枠勝手に開くし、もうここの席に座って、朝起きて顔、歯磨いて顔洗って、もうここの席に座って、匠さんも生で見たもんね。リベンジするよ。成田さんありがとう。酒は俺飲まないから。にわかだな、白ずみ。酒飲まねえから俺。タバコはやめない。うん、出てほしい。メリンコありがとう。ハートありがとう。あ、そう。じゃあ頑張るか。リベンジマッチ。話すときないとき。だから最近は話してないよ。昔は無理くり喋ろうと思ってたけど、リスナーさんのコメント止まるときよくあるの。うちはロム線多いから。そのときはね、昔は無理して喋ろう、無理して喋ろうっていうか、疲れるのよ。ストレスが溜まるし、もう10分話しても話題が出てこないっていう。これ無理を、無理無茶無駄とか。無理、無駄、無駄か。こういう行動だから、リスナーさんと静かにするのも楽しむっていうか、この間を楽しむようになったかな。話すときないときはボケーっとしてて。うん。まあ、対話っていう感じ。そうそう、疲れちゃうでしょ。昔は無理して喋ってたの。喋らないとダメだっていうふうに思ってたから。お、ライアーさんいらっしゃい。和道覚醒。どうだろうね。俺はだけど、次はちょっと見せるっつうか、次の和道は違いますよ。境地とはまだ違うかな。奥が深くて、まだまだ配信に対して、あ、でもね、癖だよ。のんちゃん知ってるけど、ずーっと配信のこと考えてんの。で、のんちゃんの2人で笑って、俺の中では配信のトークを考えて、このエピソードがこうなって、この今日起こったことこれだなっつって笑うじゃん。ニヤニヤするのよ。そうすると、ああ、また和道さん、配信でネタ考えてるとか。で、一番ひどい時は、ニコ生って画面からこうコメントが流れるでしょ。現実世界でぼーっとしてた、その配信の妄想入ると、目開いて電車に乗ってんのに、電車の風景にコメントが流れてたよ。で、俺一人で喋ってんの。で、やめて、みたいな。周りの人変に思ってるよって。だから、そういうところが発達障害なんだ。もうコメントが見えてんの、現実世界で。こういう空間の中で。わらわらとかさ、お前死ねえとか。で、一人喋っちゃってんだよね。オープンフィンガー怖いっていうか、俺は総合だったら、ちょっと、総合はないと思ってる、今回のこの捨て頃に関しては。それはドルさんとも話したんだけど、寝技って何がどうなのかって、意外とそう、マウント取ってこんなのとかあんまないのよ。それだったらいいんだけど、腕ひしぎとかもうまくできないし、こうなんかアームロックとかも見えないじゃん。で、地面に座ってて、リングから低いのよ、客席が。だから何やってるか見えないと思うよ。俺は、だったら立ち技でもっとバチバチやる方が、絶対、捨て頃の唯一の成功は立ち技が多かったのが多いと思ってる。サバン症候群ではないね。だから俺は、グラップリング嫌だ。なんか関節技とか知らないし、あんまり面白くなるような気配がない。だったら立ち技でこうやってた方が好きだね。素人の寝技危ないし、パンチだったら危ないってすぐ止めに入れるじゃん、バチンって入ったら。だけど、折れたりしたりとか、その筋痛めたりとかしたら一生残るんだよ。で、俺ら格闘家ではないから、それはちょっと嫌なんだよね。素人の寝技とか体重のかけ方とかさ、あと本気でやっちゃうのよ、やっぱり。そう、俺もテルも分かるんだけど、リングの上に上がったら本気出すから、止めらんないんだよね、多分。パワーあるやつだったらボキって落ちちゃうと思うの。そういうなんか一生後遺症が残るような怪我とかしたくないっていうのはあるね。喧嘩じゃないから。俺はスポーツとしてやりたい、正直。分かんないよね、多分。関節の技術とか、ひっくり返す技とか。だから寝っ転がって揉み合ってるようにしか見れないと思うの。プロとかだったら見応えあると思うよ。だけどさ、こんなん決めてるのとかで盛り上がる？しらけると思うよ。総合ルールだったら出ないっす。総合ルールだったら俺は何もできないから。正直、で、出ても何もできないし、しらけちゃうと思うの。だって俺が寝技決めてるところなんて見たくないでしょ？俺、だってアームロックとかヘッドロックもわかんないもん。天然下なんかできないよ。バキじゃねえんだから。だから、まあ、それこそ俺はボクシングでもいいと思ってるぐらいだから、
ただ素手の殴り合いでも面白いと思ってるから。ルールは、まあ、ベノさんには言うけどね、もし出れることが決まったら、強く言う、それは。寝技は嫌だって。盛り上がらないって。危ないし、盛り上がらないから、配信としてダメでしょ。そこは言うよ。賛成派、反対派、バーリトゥードと立ち技だったらどっちがいいの、みんな。俺はボクシングやりたい、本当は。本当はボクシングやりたい。蹴りはやだ。今はムエタイに近いね。肘と膝ありだったから使ってる人いなかったけど、MMA とか考えられないレベルで反対。天井カメラも、あ、天井カメラつけんのか。まあだったらあれだけど、観客の方はでも面白くないでしょ。風船ありがとう、アイロスさん。アロイスさんか。アロイスさん、アイテムありがとう。ありがとうございます。まあ配信見てる方は見れるかもしれないけど、観客の盛り上がりがなかったら俺らやっぱモチベーション下がるかな。危ないよね、ちょっと。まあ、バーリトゥードで、まあ、リスナーさんが仮に見たいって言うんだったらやってもいいけど、俺は。でも、盛り上がんねえと思うよ。なんか、ただでさえボクシングとかキックボクシングでも技術習得できなかったのに、寝技って何年もやるもんじゃん。その、間に合うのかっていう。だったら、ジャブとかアッパーとかフックとか覚えたり蹴り覚えたりした方が技術磨いた方がいいんじゃないかなと思う。流血っていうか流血はしない、オープンフィンガーだ、するか。グローブ小さいから切れやすいよ。まあ危ないね、やっぱり。危ないよね。やっぱ反対かな。興行として見ても反対かな俺は。そう、大きな怪我は嫌だし、もちろん全力でやるけど、もうその捨て頃あれでさ、怪我なんてないと思ったでしょ。俺の試合見て、俺1週間歩けなかったんだよ。もう本当に、あの匠さんね、知ってるけど、匠さんと飯食ったから、あの後お通夜だよ。もう椅子か上がれないの、こうやって蹴りもらいすぎてて真っ黒になったんだよ、あれで。それよりも怪我したら無理だよ。病院送りは無理でしょ。ほんと危ないよ。俺らはプロの格闘家じゃないから。そう、誰かが怪我するっていうか、その、生き様を見たいわけじゃん、配信者の。キャラクターを見たいっていうか。ヘッポコなのも含めて。そう。だけど、なんかコンセプトがずれるような気がするんだよな。どうなんだろう。まあ、それは、ほら、便所さんは、リスナーさんの声聞く人だから、歩けなかったよね。しかも負けたからお通夜だったよね。ちょっとその、なんかスポーツの範疇超えちゃうんじゃねえかっていう怖さがある。で、寝技は全くわからないよ。柔道もやったことないし。俺、MMA とか見たことないから、バーリトゥード見たことないから。俺はただ、その、自分を変えたくて出たかったから、そう、スポーツの範疇超えるのは反対派かな。ただでさえ怪我すんのに。ちょっとやだね。正直。で、それで一生さ、便所太郎さんみたいに、頸椎に怪我してさ、握力なくなりましたっつって、責任取れないでしょ、ギャラ3万円で。お前いい名前に変えちゃってよ。自分なりの我で生きていけ。頑張れ。ありがとう、リュウさん。頑張るよ。ありがとう、リュウさん。俺、出るの確定してないから分かんないよ。まずは出るところからでしょ。年末に。だからジム通おうと思ってる、正直。正直本気でジム通おうと思ってる。まあでも、出れるんじゃんって思ってるけどね。ギャラ3万出たよ。やりたい相手？
俺のこと殴りたいやつは順番待ちだろ。俺がやりたい相手どころじゃないんだよ。俺のこと殴りたい配信者が何人いると思ってんだよ。列に並べって感じだよ。捨て頃で俺のこと殴りたい配信者並べ、列に並べ、順番待ちだよ俺のアンチども。俺は選ぶ立場じゃねえんだよ。何百人いると思ってんだ俺のアンチを。並べ。みんなが見たいのは俺が頑張ってるところでも俺が活躍してるところでもないんだよ。俺がボコボコにされてるところが見たいんだよ。俺は分かってんだよそれを、うん、そうだよ。選ぶ立場じゃねえんだよ。選ばれし者なんだよ。まあだから逆に誰が見たい、みんなは。和道 VS 誰が見たい？そう、むちゃくちゃな、むちゃぶりじゃなくて、本気のやつ。工業的にも盛り上がるし、体重的にも合う、技術的にも合う、盛り上がる、湧く、チケット売れる。最高の相手誰だと思うか書いて、みんな。一人書いて。誰戦が見たいって書いて。誰戦が見たいのか。逆に知りたい。俺は別に、ま、テル選んだの俺じゃねえから、うん、テルが指名してきたわけだから。負けた分際でね、指名されたとかね、偉そうだよね。誰が見たいの俺と、うん、あの NG ワードだから、くんに今覚えて、あの本気の NG ワードはダメ、それはダメ、うん、ありえない。金梅さん、鮫島さんはな、やりづれえわ、銀梅さんも鮫島さんも。銀梅さんと俺じゃ釣り合わねえだろ、閲覧。あ、鮫島さんなんだ。いやー、やりづれえな、先輩とやんのは。先輩とやんのやりづれえな。体格差違くねえか？鮫島さんと俺じゃ。おー。鮫島さんなんだ。あ、多いね。あ、でも盛り上がるか、鮫島さんと俺が殴り合ったら。はい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 。でも俺にとっては先輩だぜ。マジかよ。おい、半額ハンターいらっしゃい。かかってきちゃったじゃねえかよ。お前俺とタイマーはんの？いやいや、話聞いてないでしょ。あ、タイマーはんの？やっちゃうよお前のこと。え、捨て殺すか？あ、お前狂気ありでしょ。いや、ルールはそういうルールでしょ。いやいやいや、そんなの工業でカメラ回してるところでできるわけないじゃないですか。ずったずたにしてやるよ、あのなんかフレディ、あのほら13、あの何、はい、あの戦争、エルム街の悪夢みたいな、ウルバリンみたいなやつけてやってやるよ。あ、鮫島さんだけ武器ありだろ。俺は武器あり、ワドはなし。それただの公開処刑でしょ。それさ、あのギロチンとか。でもね、うん、正直ね、俺ワドには負けないよ。マジですか？負けるわけねえじゃん。え、ガチでやります？いや、やったっていいよ別に。え、あのネタじゃないっすよ。いや、だから別にいいよ。捨て殺すか？全然負けないもん、絶対。捨て殺すか？絶対負けない、負けない。てか、もう多分1ラウンドでお前のことを KO できる。え、マジですか？それ、便所さんに言っていいんですか？あ、いいよ、別に。え、鮫島さんが出るっつったらどうなりますかって聞きますよ、僕。あ、別にいいよ、それは。マジですか？え、別に僕は。全然、あの、俺、ノーギャラでいいし。はい、マジですか？おう。あ、じゃあ、ちょっとリスナーさん相談していいですか？僕、正直、鮫島さんでやりづらい。だから、絶対お前は勝てないよ、俺に。いや、やるのは、全然構わないですけど、あの、もちろん。ただ、まあ、ビビってんならいいんだけど。ビビってんでしょ？いや、やります？多分ね、ワンラウンドで、はい、お前は余裕で KO できる、俺は。マジですか？え、何？ルールは？ルールは、寝技ありなの？寝技あり、その辺も、ちょっと便所さんまだ決定ではないですけど、やっぱ変わるよね、前も、はいはい、
え、サメジロさん。全然な、もう大丈夫だよ、俺は総合格闘技で。マジですか？ちょっとじゃあ、ちょっと、便所さんに、ちょっとメール送ってみます。いつ頃なの？日時。来年の夏っていうか、6月とか。あ、まあ、それぐらいだよね。はい。やります。余裕だね。やっていうか、それ、多分、客めちゃめちゃ喜びますよ。鮫島さん参戦って。いや、もう全然いい俺は。え、僕、対戦相手僕でいいんですか？だから、お前がビビって、はい、多分泣いちゃうと思うよ。いや、まあ、正直やりづらいっすよ。え、でも、いや、もう全然全然、もう試合だから、はい。遠慮はしちゃダメよ。え、わかりました。いや、本気でやりますけど。それは俺に失礼じゃん。もちろん、もちろん。はい。別にね、殴り合いで、はい。先輩だとか後輩だとか関係ないし、はい。え、そんなこと気にして殴り合ってるやつ一人もいないから。マジですか？いや、まあ、全然いい。やりづらいですけど、僕としてはほら、閲覧全然上だし、大先輩だから、サメジロ。いやいや、それはまあ、関係ないじゃん。まあ、何にも、殴り合いには勝てばいいんだから。はい、まあ、そうですね。え、ただ、ワンラウンドお前持たないよ、はい、俺で、俺じゃ。あ、じゃあ、やりましょう。うん。はい。じゃあ、ちょっと俺は悪いけど、はい、短期決戦にかけるから、はい。お前を多分3分間は立たせない。はい。はい、うん。了解です。わかりました。いや、もう全然いいよ。ビビってならいいんだけど、別に。ちょっと、じゃあ、便所さんに連絡してみます、今。あ、いいよ、別に。了解です。ありがとうございます。じゃあ、まあ、お前の配信見てるわ。はい。ありがとうございます。はい。はい。失礼します。すげえ流れだな。賛成の人賛成って書いて。俺、鮫島さん、ちょっと待って、これ、どうなんだろう。便所さんに連絡入れていいですか？便所さんに言う？これ今の流れで言っていいのかな？ちょ、便所さんに連絡取ってもいいかな？ちょ、連絡する？賛成なの？ちょっと便所さんにメール送ったわ。うん、便所さんにLINE 送りました。で、ちょっと向こう配信中だから、うん、ちょっと今メールを送っておいたわ。うん。一応メール送っておきました。一応録画が終わったら、要は、再放送が終わったらちょっと通話するっていうことでしたね。鮫島さんとやる？体格違うけど、鮫島さんめちゃめちゃ気持ち強いかんな。めちゃめちゃとっぽいよ。うん。まあね、でも決定権はね、便所さんがあるわけだから、うん、うん、まあ俺が絞るとかね、うん、うん、いや、鮫島さんにね、出れたらセコンドお願いしたいと思ってたのに。
超やりづれ。まあいいか。まあまあ後で便所さんに聞いてみるよ。いやいやいや、思ってないよ。俺だって鮫島さん知ってるもん。昔から知ってるもん。下からパンチとか飛んでくるからやりづらいしね。まあいっか。おいカチンお疲れ。暑いね。鮫島さん強いよ。うん、パルあそこまでグズ配信者だと思った。なんかあったの？パルと揉めてんの今カチン。パルはだって炎上系じゃん。もともとそういうスタイルじゃん。うん、パルはでも捨て頃で謝ってきたよ。うん、マサさん本当すいませんでしたって。儲け話って割と罠があると思いますか？罠っていうよりも、俺はよく言うんだけど、ビジネスの世界っていうのは、騙し騙されの世界でもあるわけですよ。と、信頼関係と。要はね、騙し騙されっていう言い方はおかしいかもしれないけど、安いものを高く売るのが基本なの、商売。で、自分がどのポジションにいてどうなるのかっていう判断ができる人じゃないと、いや、引っかかっちゃう可能性があるわけじゃん。だから、そう、ちゃんと信頼関係を作って、メリット、デメリット、失敗したらこうなりますよっていうのも伝えてサインをして、信頼関係ある中で失敗するっていうのはあるんじゃないかな。で、騙してくる人もいますよ、そりゃ。で、サイン書いちゃった以上、騙された方が悪いっていうのが、ね、この世界だから。あると思うよ。うん。ただ、ビジネスはさっき先行者利益だよね。カッチンの言う通り。だけども、俺は長く続かないと思ってる、そういう悪い評判は。40歳とかになるとみんな刑務所とか行っちゃうから、そういうことやってる人は。だから、そのコツ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 信頼関係積み重ねていってる人の方が成功してる、年いってから。やっぱりビジネスマンのリスナーさん何人もお会いしてるけど、人格者が多いよ、本当に成功してる人は。大体儲かる話人にするわけねえんだから。自分が儲かる話でしょ、儲け話って。うん、アイテムこじってうまくいかないからって荒れてきてる。あー、まあ焦ってるんだろうな。俺はなんか最近結構リラックスしてできてて、そのアイテムの数はすごい減ってるんだけど、俺は感謝できるように今なってるから、その一つ一つのアイテム、初心に今帰ってて、アイテムアイテムっていうのやめた。でもね、やっぱふわっちやってるとね、やっぱアイテム欲しくなるんだよ。お金がただ欲しいわけじゃなくて、結果が欲しくなるのね。マンスリー上に行きたいとか、やっぱ目立ちたいとかいろんなのがあるから、だから、なんていうのかな。だって、未然に起きってるわけじゃん。みんな一生懸命働いてるわけですよ。ねえ、その人の中で、その、やっぱ花火一発ってすごい価値のあるものだと思ってるから、それはもう本当にありがたく受けようと思ってるね。うん、人格者っていうのは多くの人から見て素晴らしいなと思われる人のこと。うん、やっぱりね、礼儀が正しいとか、フェアネス精神だよね。儲かる儲かるって言うんじゃなくて、失敗したらこういうリスクもあるよって。で、あなたのことをどうなんですかって向き合う人だよね。要はね、リスクを言わないの、儲け話をする人って。自分が良ければいいっていう人は、その、こうやったら、いい話だよっていう、いいことばっかり言うんだよね。お、夫婦マン久しぶり、おはよう。うん。まあ一種の目標だよね。そう。俺は億万長者になりたいっていう目標はあるけれども、俺はリスナーさんに強要は一切しない。ただ、まあ和道が億万長者になるところ見てえわって思ってもらえたら、なんか夢が共有できて面白いなと思ってるから、理想だけど。うん。そういう感じかな。うん。そういう感じ。うん。ああ、ありがとうね、夫婦マン。風船ありがとう。うん、そ
そう、儲かる儲かるっていうよりも一生懸命仕事した人が稼げるだけだからさ。ねえ、そうそう、本当にいい仕事だったら人助けになるんだよ。サービスだったら価値の交換になるからさ。だから儲けようっていうのはダメだよね。自分のやってる仕事に誇り持たないとさ、やっぱり。うん。そう、騙そうと思ったらいくらでも騙せるわけだから。いい格好したりとか、お金持ちのふりしたりとか。うん。例えば、その、俺がさ、その、配信儲かるよっつって、配信での儲け方、販売するわって言ったら、嘘だと思うでしょ？ 80 万儲かった和道のノウハウを3万円で販売しますっていう情報商材とか言ったら、えってなるでしょ？ほら、そういうのはやりたくないね。その配信が好きだし、その、リスナーさんから信頼でいただいたものだから。うん、今の仕事を誇り持てない。うん、まあね、カッチンが何の仕事をしてるかね、あんまり詳しくないからあれだけど。でもみんな一生懸命働いてるんだよ。で、頑張ってればどんな仕事でもいい収入になると思うよ。タロベーさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。タマさん、よろしくお願いします。ワードです。今回収のお手伝い、あー言ってたね。おい姉ちゃんお帰り、仕事休憩会、お疲れ。さっきの話、うん、どうしたの、何をやるの、うん、何をやるってどういうこと。ざっくりすぎてわかんないわ、版画簡単。うん、ゆっくりでいいよ。回収額の1割が手当て、あー、まあまあ相場だね。うん、回収額の1割もらえるのは相場、相場、回収屋さんの。あのほら、カリバさんとかさ、回収配信者の人から結構ノウハウ聞いてるから、まあまあ、あのよくある相場だよね。債権潰れちゃったりね、自己破産されないされるぐらいなら回収しようっていう。だ、民間の、まあそれも立派な仕事だよ。うん、やり方は汚いけどね。まあまあ、それをゆっくりゆっくりできるようになるんじゃない。ああ、鮫島さん、捨て頃2、捨て頃2に鮫島さん俺とやるかって言って、まあ俺に決定権あるわけじゃないから便所さんにちょっと聞いてみますって言って、あの鮫島さん出るってどうなんすかねってちょっとお話ししてみようと。俺が決められるわけじゃないから。で、それでリスナーさんが、鮫島出るんなら見たいって言うかもしれないし、いやーって言うかもしれないしね、人の価値とかね。和道さんは目標にタイムリミット設けてますか？うんとね、タイムリミットはないと、ないけど、だいたいね、今、その億万長者になりたいっていう夢は10年以内って考えてるかな。42歳までに叶えたいと思ってる。で、なんでかっていうと、ロングで見てるっていう大きな目標ってことね。で、ここ3年ぐらいであれば、月100万円ぐらい稼げるようになりたいなと思ってるね。配信で。ねえ、鮫島さん見たいっていう人ねいるかなって思って、でね、もしそれでリスナーさんが見たい見たいってなったらさ、便所太郎さんの捨て頃盛り上げることになるから、うん、俺は正直鮫島さんとやったらやりづらいよ、先輩だし強いし。まあ結構盛り上がるんじゃないかな。まあレジェンド配信者だからね、有名配信者だからね、うん、まあでもね、便所太郎さんの店で荒らしてるからな、鮫島さん。まあ工業的にね、あのモグゴリで揉めてるからさ、うん、鮫島さんにポスター載ってたら笑うっしょ。秋葉原のデート背景、あ、よかった、嬉しい、うん、
1年後、うんとね、あの、なりたい自分の、そのイメージみたいなのは、もう結構若い頃から持ってて。で、今考えてるのは、目標の自分と今の自分の規模、スケールは大きいか小さいかはあれだけど、その心とか気持ちとか普段の生き方が矛盾しないように生きるのを心がけてる。で、例えば着てる服が今無印だけど、ね、なんかこう、いい服になっていったりとか、住んでるところが海外になったりとか、車が買えるようになったり、普段食べてるご飯が、その吉野家から、なんかこう、焼肉とかになったりとか、スケールがでかくなったとしても、その中身が変わらないようにっていう、中身はほら、未来の自分も今の自分も変え、ね、同じ自分にすることできるから、その、志は高く、礼儀正しく、あの、変なことしないとかさ、そういうことを心がけてるかな。で、ゆっくりゆっくりその、なんかこう、生活とかが豊かになったりとか、こう、美味しいものを食えるようになったりしたらいいなっていうのが、俺の考え方かな。なんかその、お金を掴んだから成功だとは思ってないの。お金ももちろん大切な要素だけど。外人さんいらっしゃい。お疲れ様です。入場だけでもルシール担いでほしい。あー、盛り上がるだろうね、ルシールは、うん。人生やり直したいと思ったことは一回もマジでないかな、正直。一回もない。僕はないですね。うん。この BGM はね、フリーミュージックで、スムースフリクションっていう曲だね。著作権フリーの、アーティストさんが自由に使っていいですよ、商売に使っていいですよっていうサイトがあるの。この音楽自由に使ってくださいって。うん。アンサーありがとう。いやいやいや、アンサー答えるのが仕事なんで。うん。前向きですごい。まあ、苦しい時代もあるけどね。苦しい時ほど笑顔に。うん。仲間を大切に。うん。あ、入り子さん、アイテムありがとう。また来て。ありがとうございます。お疲れ様です。これいいよね。俺も気に入ってる。億万長者になったら買いたいものとかやりたいこととかありますか？んとね、正直言うとね、ほら、先々月とか50万円2ヶ月超えたし、80万円いただいた月もあったから、正直に言うと、生活保護だったの、俺、去年まで。去年の今頃生活保護受けてたから、生活は大きく変わったんだけどね、別にね、服がユニクロのジーパンからリーバイスに変わったとかさ、例えばその、こういう拳銃とか買えるようになったとかあるけど、あんまり変わってないっすね。だから物が欲しいっていうよりも、その、この業界とか配信が好きだから、この業界で認めてもらえたっていう。やっぱりアイテム投げるのってさ、水に起きる行為だからさ、最高の、その、賞賛だと思ってんだよ。その、俺に価値をつけてくれたわけじゃん？その CD 買っ、あ、楽器だったらさ、音楽家だったら CD 買ってもらったみたいなことじゃん。そう。やっぱり YouTube でタダで聴いてるのとは違うじゃん。CD の売り上げ枚数100万枚とか。だからそういう感覚に近いんじゃん。なんかこの業界で、そこそこ食えるようになったっていう自信がついたのはあるけど、あと、まあ、好きなものが食えたりとか、好きなもの買えるようになったけど、あんまり変わんないかな。のんちゃんと一緒にいた時も貧乏だったから、生活保護だったし、楽しさが増えた。いつも言うんだけど、お金で俺は幸せになれると思ってなくて、お金で不幸を減らすことはできると思ってんの。例えば、飯が食えないとか、家賃払えないとか、水道代払えないとか、不幸じゃん。だけどお金があればそれは減らせることはできるのね。だけどお金を持ったからって幸せになれるとは俺は思ってないかな。うん、だけど便利だよね。旅行にも沖縄にも旅行行けたし。うん。
お金は、その富の一つ。で、富の中には人脈であったり、仲間であったり、名声であったり、実績であったり、お金であったり、いろんなものが含まれて富だって思ってるのね。成功とか富って。だからお金もだけじゃないね。まあ、わかりやすく億万長者だって言ってるけど、俺はお金じゃなくて富が欲しいと思ってる。のんちゃん仕事してない。神さん、風船ありがとう。のんちゃんはね、仕事してないよ。配信で儲けたらもちろん所得ですよ。はい。まあ、俺の場合は個人事業でやってるから、経費とかもあるからね。売上ベースでやってるけど。まあ、個人事業主の場合、所得と売上一緒だから。雇われる人も大変だけど、経営者ももっと大変ですよね。どうだろう、意識レベルの差があるわけじゃん。例えば雇われてる人ってさ、従業員の給料を守るために売り上げ上げなきゃってあんま考えないじゃん。その仕事をちゃんとこなすっていうのが従業員の役割でしょ。サラリーマン、アルバイト、パート、要はこなすっていう仕事。だから経営者の場合ってさ、会社株式会社だからオーナーの意向、株主の意向、従業員の生活を守ること、取引先との兼ね合い、商品の開発、保守、それから、クライアントの、ニーズに応えるとかさ、もうプレッシャーの量が半端じゃないと思うから、まあまあもっと大変だよね、やっぱり。ただうまくいくと軌道に乗ってくると、そのぐる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 自動化で回っていくものだから。はい、解放お疲れ、こんにちは。だからまあ、経営者の時のプレッシャーは半端じゃなかったかな。ただ一回その流れを、スキームって言うんだけど、そういうの。スキームが出来上がると、楽になる。だからもう正直もうずっと寝ててもずっとお金入ってくるもんだから。ただいつダメになるかわかんないプレッシャーとは毎日戦わないとね。そういう世界だよね。いろいろ経験されてますね。ミュウツーから逃げんの詐欺師。おい、セフィーシンゴいらっしゃい。俺別に逃げてないよ。何のこと？逃げてるっていうのは、セフィーシンゴ。普通に話そう。何のことだい？逃げてないよ。何にも。お疲れ。ヒカルくんの試合いいな。ヒカルくん強えな。今日は煽り体勢できてる。いや、煽り体勢ってわけじゃなくて、モードがあるのよ。今日はリラックスしてできてるし、さっきも話したんだけど、ほら、俺はさ、その、あんまりわちゃわちゃやりたくないのよ。煽ったり、罵り合ったりとかしなくて、まったり、その、リスナーさんと向き合って、こう、楽しんでいきたいタイプだから、あんまり煽る人はブロック入れちゃうけど、普通にこの枠を楽しんだりとか、対話を楽しんでくれる人は、ウェルカムだよっていう話をして。煽り体制じゃないよ。でもあんまりひどくて、そのお前がとかさ、何々やれよっていう人はちょっと申し訳ないけどブロックさせてもらうよって話しました。だから普通に見てくれたりとか普通に話してくれる人とは普通にやれよ。いつもは速攻ブロックするだろ。
YouTube でロハカさんとキスしてる動画がありましたが、和道さん男もいける感じなんですか？あれは、いや、俺はのんけだよ。あの男性とセックスした経験はない。ただ、あの配信はね、全部見るとわかるんだけど、あのゲイですって嘘をついて炎上したの。もう BGM いいよね。この BGM でさすがに入場はね、通して湧かない。通して湧く BGM でやるね。テンション上がる。これで入ってきたらさ、萎えるでしょ、客も。やっぱお客さんのことも考えないとさ。アイテムタイム、アイテムタイムやめたんだ。なんか、その、いただけるものはありがたく受け取ろうと思ったけど、あんまりアイテムくれくれっていうのも違うじゃん。プレッシャーに感じちゃうから、リラックスして無料で楽しんでくれる人も見てもらいたいからさ。そうそう、うちは結構まったりだよ。もうこういう雰囲気が好きだったら、タマさんもしよかったらフォローして。まったりやっていく。のんびり。結構そういうのが性に合うんだよね。好きなの。体が女性で丸見え。そうだね。ちょっと絞らないとね。よういらっしゃい。おはよう。丸いよね。顔もパンパンだかんね。おお、ペコペコランドお疲れ。アイテムありがとう。楽しんでってね。お疲れ。ブーってなった。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。フォローしてる？タマさん、ありがとう。コメントもしてくれるの嬉しいよ。やっぱ対話が大事だからね。今ね、俺はね、便所太郎さんの放送の画像を見ながらまったり楽しんでる。今日は天気がいいね。すごく。ああ、すごい、快晴だ。釈迦も元気だ。ちょっと釈迦のお水変えたいな。ちょっと、この動画終わったら。ちょっと待って、餌変えてあげるから。LINE 登録ありがとうございます。釈迦ってね、文鳥、この釈迦って名前の釈迦。今返事してるでしょ、ピッピって。文鳥の釈迦。トレーニング始めると顔つき変わるよね、ワドさん。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。怖いんだもん。毎日夢で見るんだぜ。痛いし、辛いし。やっぱりね、なんつうの、アドレナリンが出てくるんだよ、みんな。ピリピリしてたよ、だから、すごろ前。みんなピリピリ、イラ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 してて。なんか、怒鳴り合ってたでしょ。まあ、覚えてないか、みんな。試合が終わっちゃったら。もう、1ヶ月前ぐらいから、みんなイライラしてて。結構、喧嘩、一触即発みたいな状況いっぱいあったよ。結構大変だった。あのね、82キロぐらいまで増量したのかな。わかんない。それはドレさんの企画だから、ドレさんに聞いて。それは俺は何も聞いてない、まだ。ドレさんに聞いて。そう、体重だけは勝てると思ったから、めちゃくちゃでかくしようと思って、そしたら動けなくなっちゃったのよ、80キロ台になったら。それでね、73か2か、それくらいまで落としたのかな、一気に。あ、寝れなかったね。
寝れなかった、アドレナリンが出て。ドレさんの相手だから本当に強い人ぶつけるって言ってたけどね、本当に強い人ぶつけるわって言った。ちょっとトイレ行くのと釈迦の水と餌変えてくるわ。ちょっと待ってて。豆食わなくなっちゃった。足を締めたね。まあマッチメイクがどうなるのかだよな。洋服のブランドリーバイスが好きかな。あ、 T シャツは無印に今してるけど、 T シャツまあ別に600円で買えて、無地の T シャツだから。でも T シャツは自分で生地素材いいの見つけて、でオリジナルの T シャツ自分でブランド作ってやっていきたいと思ってて、でそれを売っていきたいかな、目標としては。うん、自分で服 T シャツデザインして販売していきたい。
なんだろう、カルティエとか好きだな。カルティエは好きかな。あとね、女の子の服だったらバーバリーが好き。バーバリーの服めちゃめちゃ可愛い。うん、服はね、女の子の服で言ったらバーバリーが好き。可愛くない？ワンピースとかめちゃめちゃ好きだね。これカルティエとか服、なんだろう、ジーパン、リーバイスでしょ。上着はなんだろうね、ショットの革ジャンとかも欲しいなとか思うけど、そう、なんかさらっとかっこいいのがいい、うん、ライターカルティエにしたいんだよな。あ、ポール・スミスとか、あのね、そういう感じだったね。竹尾菊池とかポール・スミスは好きだった。ライター、デュポンね、所持してたけどダメ。合わなかった、デュポンは。あのね、ガス1本に1000円かけるのはね、コスパ悪いよ。私ね、上品じゃない。キーンっていうのがやらしい。2個ぐらい持ってたけど。ちょっと嫌味だよね、バーとかで。周りに迷惑かかるっつうか。周りになんか、いかにもデュポン使ってますっていう。カルティエはね、キッて音がするから、すごい、音もなんないし、重量もあるから、すごい良かったね。これカルティエのライターが好き。デュポンね、かっこいいんだけどね。あの、圧倒的な存在感というか。でもね、やっぱ身の丈に合ってないものを使ったらダメだなって思ったよ。いやらしかった。デュポンは、ちょっと。なんか、なんつうんだろう。うん、ちょっと。やりすぎ感がある。リーバイショップ、あ、そうなんだ、へえ。時計はね、一応あるんだけど、ガガがあんのかな。時計はあんまり、うん、時計、まあフランク・ミューラーのね、ライジングサンっていう100万する時計があるんだけど、それはね、デザイン赤黒で日本をイメージしてる、日本限定の時計だから、それはいいなと思ったけど、特に時計好きっていうのはないかな。まあ携帯あればね、あれだし。多分ね、ブレスレットつけてるから、これつけてるからね、ガチャガチャしちゃうと思うんだよね。でももう何個かつけたいんだけどね、もうザラザラにしたい、この辺。時計はいいかな。
髭どうしようかな。髭伸びすぎだよね、ちょっと。ほんま伸ばしてみる。髭。短くしちゃおうかな。体かて。マドさん、リーバイスとコラボレーションアイテムとか面白そう。リーバイスのコラボレーションアイテムっていうのがあんの？俺がコラボするってことは、そんなの無理でしょ。うん。そんなんできないでしょ。仙人みたくしようか。うん、初見さんいらっしゃい、琥珀丸さん。初見さんなのにアイテムありがとうね。楽しんでってください。まったり枠ですけど。和道です。よろしくお願いします。ちょっとの、長すぎるよね。ちょっと、切ろうか。清潔感ないから。長さ整えるわ、後で。あー、でも天気いいからね、布団干すのにはいいかもね。うん、あ、髭を赤にするっていうのはありかもね。ああ、髭赤くする？全然ありだよ。髭やろうか。うん。髭赤くしてもいいよ。うん。やろうか。T シャツがないよ、ないよ、ないよ。でっかいメーカーは大変なんだよ、もう。上場してる企業とタイアップなんか芸能人とかじゃないと。それこそリーバイさん、木村拓哉とかなんだから。和道モデルとかできたらね、大成功だよね。文鳥って言って、文章の文に鳥って書いて文鳥って言うんですよ。みんなインコって言っちゃうんだけどね、スズメに近いかな。文鳥、夏目漱石もね、文鳥っていうタイトルの小説書いてたりとか。結構江戸時代に輸入された鳥ですね。愛好家がいるんですよ。可愛いですよ。文鳥です。釈迦、白文鳥。そう、白文鳥です。かわいい、すごい。最近してないですね、読書ね。ちょっとサバゲーの雑誌買いたいなとか思ってるけど、それ読書に入らないか。うん、本読んでないですね、うん。でもね、小室直樹先生の本、何冊か読みたい本が出てきたんで、何だったかな、憲法言論と、資本主義言論みたいなのがあったのかな。資本主義について書かれてる本とかもあって、小室直樹先生の本何冊か買おうと思ってますね。難しそう。いやいや、シンプルですよ、すごい。小室直樹先生はシンプルです、すごい。そんなに難しい感じでもないよ。
おおダバダバいらっしゃい。フリフリとかこっつん誰ですか。なんか500人とか呼んでるよ。あなた10年入って、俺5年目だよ。ダバダバいらっしゃい。読んだら紹介してほしいかも、漫画枠みたいに。おお全然全然。でもね、本は紹介するのも面白いかもしれないけど、本は読んだ方がいいんじゃないかな。あんまり本の話してしないよね。うん、まあ面白かったら紹介するよ。うん、いいよ、読んだらね。俺小説読まないからさ。便所太郎さんだ。お疲れ様で、お疲れ様です。おはようございます。お疲れっす。どうしたの。ステゴロ2もうステゴロの大ファンなんで決まったの。出たいの。嬉しいです。もう出たいっすよ。出たいの。もうだってもう、まあ 年末ぐらいから人を決めようかなと思ってるから。ああそうなんですね。もうだってもう悔しかったっすもん。あんだけ練習して何もできなかったんで。もしまあまああのでも美味しかったじゃん。負けても美味しかったと思うよ。すごいいい勉強になりました、うん、はい、うん、そうなんですよ。なんかあの話に聞いたらなんかあの、はい、鮫島くんも出たいみたいな。そうですそうです。それで一応あのご報告だけ。あ鮫島さんが捨て頃、うん、鮫島くんがなんか捨て頃に出たいみたいに言ってるらしいじゃないですか。あそうですね。でまあ、うん、あのあのまあそういうお話ですっていうのをお伝えしようと思って。はい。戦えるの彼。いやなんか1ラウンドでワドをボコボコにして殺すって言ってましたね。いやワド君はあの、はい、捨て頃もし出すとしても、はい、鮫島君とはやらせませんよ。あそうですか、了解です。やっぱりね、はい、うん、あの体格が違いそうますもんね。もっといい相手をね、はい、もっといい相手をあの選びますか。あの一番弱いやつ本当よろしくお願いします。一番弱いやつかかってこい。、はい、ちょっとあの、はい、俺ねあの、はい、捨て頃の時の、はいね、和道のステッカーを持ってるんだけどさ。はい、ね、あのなんだっけ、一番弱いからこそ勝つみたいなこと書いてあったじゃん。いやもう恥ずかしいんでやめてください。、うん、あの次の時はあの、はい、あの、はい、一番弱いやつかかってこいにしてほしい、ね、あ、わかりました。次回ステッカーは弱いやつ来いと。弱いやつかかってこいにしてる。もうなんか、はい、かっこ悪いのにかっこいいみたいな感じにしてる。すげえかっこ悪いことをかっこよく言ってるみたいな感じにしてる、はい、うん、なんかもう負ける前提みたいな春うらら的な、うんうん、弱いやつなら誰でも来いみたいなさ。、うん、そういうのにあえてしてほしいよね、はい、なんか、うん、あでも出たいっすね。もう最高でしたよ捨て頃。そう、はい、あれですか、もう冬頃に決めるんですか、メンツは。メンツだから準備を年末ぐらいから始めて、うん、はい、まあ半年ぐらいの時間を空けて、はい、準備期間ね、はい、で前回ほら3ヶ月ぐらいだったじゃん、はい、じゃなくて半年ぐらい練習期間を設けて、はい、まあ、夏で今年は6月だったでしょ、はい、同じように6月7月ぐらいか、もしくは秋にやってもいいかなと思う、うん、気候が良くなったから。はい、いいですね。まああとは会場が取れるかどうかもあるけど、なんかあれじゃないですか、もうちょっと増やしてもなんか集客できそうな感じじゃないですか。500人ぐらいでも。あのね、会場が貸してくれないよなかなか。あ、そのやっぱ、まあ、イベントをあんまりやったことがない人、はい、簡単に貸してくれないんだよね。あ、そういう問題があるんですね。だから新木場で何回かイベントをやれば、はい、もしかしたら新宿フェイスとか借りられるかもしれないけど、お、実績がないと貸してもらえないから、はい、いや本当はね、新宿フェイス5、600人のところでやりたいけど、はい、高いんですよね、あそこ、結構。高いし、はい。そう。おー。そうなんだよ。はい。
ダバダバさんを NG に入れるのをやめてあげてください。ダバダバさんずなんかすごいんですけど。はい。ちょっと NG 作業ですね。すいません。その時はちょっとよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。がんもう本当頑張るんで、ジム通うんで、うん、はい、チャンスください。ね、他の企画はやるって言ったことをやらないワードは捨て頃だけはちゃんとやるっていう流れを作ってください。捨て頃だけは、うん、自主的にそう、はい、あの徒歩旅とかリアトツ旅とかやらないけど捨て頃だけはちゃんとやるっていうところを見せてもらって、はい、自分の企画は放り投げるけど人の企画は出るとそうそうそうでも記者会見は寝坊してくるみたいなそうですねすいませんご迷惑おかけしました。大丈夫ですよ、はい、すいません、枠の放送中だったのに。と、はい、んでもないです。まあ、俺も久しぶりにさ、はい、動画を見たからさ。はい。僕も見てました、ずっと。なんか感動しちゃいました。いや、ちょっと前にやりたかったんだけど、はい、ステミキってか、ミキサーがぶっ壊れててさ、できなかったんで。おで、やっと今日、ミキサーが新しいの来たからさ。何買ったんですか、ミキサー。AG03 ですか。いや、クワッドキャプチャーの、UA55 だよ。おうん、ローランド。それはもう前もそれだし、やっぱ使い慣れてるからさ。いいその多分ワドが使ってるのが2万円ぐらいのやつだと思うんだけど、そうです、ヤマハっすね。最悪、うん、最悪このローランドがダメだったらそっちにしようかなと思って。うん、わかった、そういうことで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれまでにたくさんアンチを増やしておいてください。よろしくお願いします。了解です。失礼します。アンチを増やしておいてください。またその役割なの俺、嫌なんだよな。うん、またヒール俺。うん、うん、またヒールか。金梅とやったらいい勝負になる。いや、金梅さん強いっすよ。チョッパーね、金梅さん強いよ。勝てんのかな。金梅さん意外と本番めちゃめちゃ強かったから。バックブローすごかったしね。どうなんだろうね。やりづれえな、でも金梅さんは。まあ、相手が決まったら誰でもやるけど。相手が決まったら誰でもやりますよ、僕は。いや、僕32っすよ、チョッパーさん。32、うん、若くないっすよ。おっさんっす、おっさん。ミュウツーとは決まってるのはドレさんだから、ドレさんからまだ日時の決定がないから分かんないね、やるのかどうか。ギャラ払ってくれるのドレさんなんで、ドレさん煽ってください。決定権僕にないんで。金梅さんいくつだっけ ?40 か、もう。銃の話じゃなくてね、こういうやつ、機材の話ですね。音を作ったり、映像を作ったりとか、そういう。あ、ミキサーってね、そう、音をミックスしたりとか、映像をミックスするっていう。こういうやつですよ。例えばこう、画像の。これはキャプチャー、なんていうの、配信ツールなんだけど。で、音は、こう、音楽をでかくしたりとか、あとかエコーかけたりとか、こういう機材の話です。はい、多分ローランドのメーカーだから、ビデオがついてないタイプの話だと思うんだけど。どれでやるのは筋肉の塊みたいなゴリラいた、わかんないな。うん、ミキサー、そうですね、こういうミキサー、これはね、ミキサー機能付きオーディオインターフェースっていうんですよ。メインはオーディオインターフェースっていう役割、要はその
パソコンの中で音を作る機械を外部に作るっていう。でさらに言うとミキサー機能がついてるって。まあ見た目はミキサーですね。こういうのラジオとかでこうやるやつ。これを下げると声が小さくなったりでかくなっ、ってそういう機能が全部入ってるんですよ。ミキサーです。これがねだいたい2万しないぐらいですね。1万6000円ぐらい。だからラジオ配信とかラジオの声の音にこだわる人とかいいと思いますよ。あと例えば例えば楽器をやる人だったらこうギターがあるじゃないですか。で配線をつなぐと、で今この BGM の方を切ると、この音を切ってでギターつないでこういう楽器とか、これはねヤマハの AG03 っていうやつですね。便利ですよ。だから音を司るやつですね。音を司る。そうそうそう。マチルダいらっしゃい。捨て頃の季節が来たね。楽しみだね。歌って。うん。あなたのことを深く愛せるかしら。このじゃない君を忘れない、曲がりくなった道を行く。こんなギターね、オクターブチューニング終わったんでちゃんと音が出るようになりましたよ。ドラクエやってないね。オクターブチューニングちゃんとした歌もオリジナルで歌いますね。うん。ありがとう、イリコトシさん。小悪魔さんもありがとう。マチルダありがとう。ふわっちで配信始めて一年まあ機材好きな人はヤマハ AG03 で検索してみてください。のんちゃんとローキックのトレーニングですか。のんちゃん拳壊しちゃってさ、今骨折して大変なんだよ。マチルダ大変なの。今ね1ヶ月休んでる。のんちゃんはお腹空いたな、なんか食べようかな。こないだ、そう、ワイヤー入ってるよ。拳今アンパンマンみたいになっちゃって、あれでもう小指折れちゃって大変だったの。今1ヶ月安静にしてます。うん。ジム通おうかなと思ってるね。アップルパイアップルパイ美味しいよね。俺も好きだよ。かっこいい女の子。だから今ね4788だよ。47歳が88発殴ったって。
のりこ4788だよ。かっこいいよね。のんちゃんが、のんちゃんの方が強いんじゃないかっていう噂だよね。のんちゃんの方が捨て頃向いてるんじゃねえかっていう。動画のんちゃんの、なんて検索したら出てくるかな。画鋲の武器、ああ、画鋲の武器ね。ついに画鋲仕込んだやつね。なんて検索したら出てくるんだろう。ミュウツーのりこで出るかな。ミュウツーのり、ちょっと待って、ミュウツー和道で出るかな。今 URL 貼ってあげるよ。これかな。これで見れるんじゃないかな。これで見れると思うよ、その事件の動画は。アンサーありがとうございます。とんでもないです。弁当さんもお店忙しいもんな、最近。雑談の量減ってるもんな。仕事終わりの枠と起きる出勤前の枠だよね。で、捨て頃もやるって大変だよな、ほんと。授業家みたいになってるかな、今。年末って言ってもあと少しですね。年末言いながらメンツが決まるんでしょう。俺はね、出たいけど。捨て頃は、レギュラーで出たいぐらい出たいけど。まあね、決まるまで油断できないよね。アンチ多いからさ。相変わらずの悪名高き和道だから。まあね。俺が決めることじゃないけど、僕は体作っておきますよ。いつでも出れるように。そう、さっきね、写真見てたんだよね。懐かしくて。捨て頃年末じゃなくてね、来年の6月かって言ってたよ。まあ、あのメンバーはあれだって言ってた。年末に決めるって言ってた。年に2回じゃなくて1年に1回やるって言ってたよ、前スケルトンさん。年に2回はさすがに難しいよね。いや、俺としてはもう2年後にやるかもしんないとか、もうやんないかもしんないって言ってたから。弁当さんは結構やる気出てきたのはありだなと思って、めちゃめちゃ嬉しいなと思って。1年に1回ぐらいがちょうどいいと思ってるけどね。やっぱあと1の時には僕は勝てなかったんで、判定負けだったんで、今度は KO して勝てるようにね、
メダル欲しかったもん。メダルが手に入るように頑張ります。あ、出場か。まずはには決まるのか、誰が出るのか。そう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 、年末にメンツを決めて確定させて契約して、で半年後にやるって流れじゃないかな。6月とかに。あ、まず俺はあのレギュラーになれるかどうか、いや試合に出れるかどうかの問題があるから、試合には出たいっすね。ああ、匿名さんありがとうございます。招き猫ありがとうございます。匿名さんすげえ、ありがとう。高額アイテムありがとう。働くわ、また来るわ、頑張ってね。お仕事アイテムありがとう、ありがとうございます。ご支援すげえ、ありがとう。俺もちょっとね一回休憩します。あの残り7分で終わりにします。またね夕方ぐらいからか夜放送回すと思うんで、ありがとう。嬉しいな、いつもありがとうみんな。じゃあ、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。また会いましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。